さあ、お待たせいたしました。スペシャルゲストは、この方でございます。どうぞマツコさん本当にこういう登場の仕方するのね。そうなんです。座ってりゃいいじゃないのよ。いやいや、やっぱりこのなんていうか、登場な感じ欲しいですか、ねはい、ダメだよ、あんたに、ね、赤坂と浅草言い間違えただけで、はい、もうあんたあっちの金魚鉢もドッカンってのけぞってみんな笑ってたけど、優しいな。あれが本当だと、本当の笑いだと思ったらダメだからね、あんた。嘘でしょ、マツコさん、ね。優しすぎる、みんな。僕今自分のこと喜劇王だと思ってでしょ、はい、もう、あんた、ここだけ、裸の王様だよ。えこれ今赤坂一歩出たら今のハプニングだろ。赤坂一歩出たらなんてそんなずうずうしいね。赤坂全体巻き込んだ今。いや赤坂はだって僕の後ろみたいな。もうここだけよ。あの人たちだけ。このブースだけよ。だってマツコさん今見てください。僕がちょっと指差しただけでみんな大丈夫。そうなのよ。もうだから何あいつら。え何何ってみんな。お前本当に面白い世論でしょこれが。本当に面白いかどうかで首縦に振るか横に振るかだけしなさい。そんな当たり前の質問ほら、ほらほら、みんなほら、横に振ってるじゃない。痙攣じゃないですか、ただの。え？痙攣じゃないですかは、それ昨日の夜から考えてたの？これ結構温めて引き出しの一番奥。あら、やっぱり。だからさ、引き出しがね、もういっぱいあるね。だから、マツコさんね、もう、その、いつ用意したって質問やめてくださいよ。いやいや、だって、なんかもうさ、いじらしくて。何がですか？前の日からいっぱいのノートとかに書いてんのかなって思うと。やだ、やだ、そんなこと言ったら、死んじゃう俺。いや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 、あなたはね、はい、死なないよ。何がですかだってそんな。いやいや、もう今、なんか評価されてるじゃない、いろいろ。うなぎ登りじゃない。いや、そんなことございませんよ。いや、さっきも上のセブンイレブン行ってきたけど、なんかもうみんななんか、はい、そろそろ山ちゃんのラジオだね、みたいだね。はい。なんかもう、みんな死にそうな顔してたけど、AD が。そうですね。すごかったわよ、あんた。さすがなんてあんた、2トントラック分ぐらいおにぎり買ってたわよ。それ大状態でやってますからね。大変よ、本当に。それがみんなも山ちゃんのラジオがね、はい、楽しみだって。やっぱここの城はいいですね、そしたら。だからもう、はい、もう TBS 専属になったら。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。それはまあ、嬉しいっちゃ嬉しい。あ、嬉しい？いや、まあ、それでもほら。羨ましいよね、私。ほら、TBS には一回で番組回されたからさ、私。何かいろいろ隠すとダメなんですね。隠すではないんだけどね。はい、なんだろう、これ。いや。私、山ちゃんからラジオ来てって言われて、はい、ああ、いいよいいよって簡単に答えたけど、はい、よく考えたら TBS だわって思ってね。久しぶりこれ TBS 入ったの。何ヶ月ぶりだろ、私。あ、そんなに経ちます？そうよ、もうあれ。あの、やたらと、こう、ぼんやりとぼかしてたらダメだったやつですよね。まあ、あんまりぼかしてなかったんだけどね。なるほど。だからもうなんか、やっぱその話やめない？そうですね。いろいろね、怒ってる人とかいるみたいだからまだ。やっぱここにいるんですか？ここにもいるし、外にもいるみたいなのに怒ってる人が。やーね、みんなもう、気持ち玉ちっちゃい。もう、ほんと、もう、ね、いや、だってそもそも、私これだってね、はい、芸人さん以外とは仕事ができないって言われたのよ、昔。え？TBS で深夜のラジオやりたいなって言ったら、はい。はい、いやもう、芸人さん以外とは仕事したくないんですって私言われたのよ。そのスタッフ側がですか？そうそうそう。あいつが宮崎が追い出した池田っていうのがね。ああ、いますね、池田プロデューサー。そうそう、あれが言ったのよ、私に。芸人がやらないと。そう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 。でかい魚逃しましたな、TBS も。え今日全部その辺私いちいち全部言ってっからね私あの僕がなんかこうあ今テンプレート出したなって時はもうそういう時はもう許さないよこれもうやろう、フリーでやろうもうそういうのいらない いろいろありますよ今日だって私さっきの浅草と赤坂の間違いだってさ、はい、これもしかしたら準備してたのかなって見ちゃったよ私だからそういう風に見たくないもんあんたのことをやめよう今日はもうフリーで行こう同じ稲毛区出身の人間としてね。そうなんですよね。そうよ、同じ。もう隣の学区だから、私、この人。お、は、そ、い、らく中学の。どんな気持ち悪い地区よね、本当に。マツコさんと僕が生まれた。あんたと私が生まれたのよ。そうですね、気持ち悪いわ、もう本当に。赤坂の次に気持ち悪い街。赤坂もいい街なんですか、ね、赤坂いい街いい街です、私上。そう、ね。私はね、ここ1年いい街じゃないんだよね。なんだろうね、これね。いや、私 TBS 好きなのよ、はい。だって最初にキー局で私をレギュラーにしてくれたのは TBS だし。何の時ですか？いや、もう情報番組入れるんだったら昼の、はいはいはい、ピンポンって番組やってたのよ、今の広尾の前に、はい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 。それで私をコメンテーターにしてくれたのが最初だし、はい、ゴールデンのレギュラーも、はいはい、
あの、加藤さん、極楽の、はい、とやってた、はい、悪魔の契約にサインっていうさ、それも、ああ、それもよく考えてみたら、あれ、半年やって、シャープ9で終わったのよ。言ってましたね。ため、何にも、あの、試そうともしてなかったからね、TBS。私のことだから嫌いなんだろうな、根本的に。加藤さんにも迷惑かけちゃった。加藤さんからは、その時に、マツコさんがつけられたあだ名が。どうしたね。いや、だから、あの時、有吉さんもいて、はい、じゃあ、私にあだ名つけようみたいになったんだけど、加藤さんの土砂があまりにも素晴らしくて、もう有吉さんにつけてもらえなかったんだから、私。ああ、もう有吉さんがあだ名つけてる時期ですね、もう。そう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 。はい。いや、だから、あの番組よく考えたら、すっごいメンツだったんだよな。勝さんと松子さんと有吉さん。いや、あともうみんなすごい、もういっぱい出てたよ。大木はぎさんとかも出てたし、もうだから、なんだろう、生かし方が下手なのかな、TBS って。何なんだろうね、これ。一番、瞑想してらっしゃった時期とか。瞑想してた？今も瞑想してない？いや、確かに、抜け出た感じはまだ出てないんですかね、TBS さんに。ね、あら、ああ、やだ、フリートークいいね。いや、ちょっと、だから。そういうふうに思ってた、TBS のこと。私は全部冗談だからね、これ。そんなトラップがあるんですか、マソさん。トラップ。そんなトラップがあるんですから、どっかの引き出しに入ってるんでしょう、これ。これは山里のですね、品質単語とかですね。うわー、やだ、この人やだ。あと、ここは、ここでですね、もしよく使うのがですね、あの、ちょっと地雷をスキップして踏んじゃったみたいな、こういうこともよく言います、私。だから、なんて言うんだろう、ちょっとだから、単語が多すぎるよね。ちょっとダメだし。なんだろう、それ。だから、はい、そろそろいいんじゃない、もう。いや、何がですか？もう私、いいと思うよ、山ちゃんって。え？もういいって何が、何が？そういうことを、こう、なんか前の日に考えてこなくてもいいと思う、私。もう、バンってフリートークでバンって言っちゃってももう大丈夫だと思うよ、私。いや、でも、それで、マツコさんだってほら、いつもね、アウトデラックスでご一緒させてもらった時も、うん、もう、そういうニコッとした目で見てくれるじゃないですか。私、だからあれだってさ、もっとなんかさ、その、なんて言うんだろう、そういうなんかね、はい、大喜利やってんじゃないんだから、もっとなんか山ちゃん、素の山ちゃんで来てよって思うのよ。その笑顔なんですね。その笑顔よ。でも私好きなのよ、あの大喜利山ちゃんも。はい。大好きなんだけど、はい、ああ、大喜利かっていうね。山ちゃんいつ来てくれるんだら私を信じてっていうね。ああ。のはあるよ、やっぱり。でもほら、やっぱり矢部さんもいらっしゃるから、はい、その芸人さんのね、はい、そのルールみたいなのもあるじゃない、はいはい、だそれは私、やっぱり、怪我したくないから。ありがとうございます。まあ、これはこれでいいんだ。これも面白いね、山ちゃんの一つではあるわけだから。はい、いや、これね、だから誤解しないよ。はい、全然ダメ出しじゃないのよ。いや、なんか僕もちょっと。すごいね、あの、はい、見たいよね、そろそろ。だって、だからか、マツコさん、本当に僕、お酒飲んでデロデロになってる時に、僕、薄れく、記憶の中ですごくマツコさんが優しく、楽しく、おしゃべりできたって思ってます。私だって、あの時の山ちゃん見て、はい、この人なんでもっとね、はい、もう、だからいいよ。横山やすしさん以来、本番中に酒を飲んでもいい人でいいよ、あんたは。お酒が入ることであんなにフリートークが面白くなるんだったら、私はいいと思う、あんたは。僕、そんなでした。僕、本当にあの時。面白かったよ。私、だからずっと亀ちゃん、亀ちゃんって言っても分かんないから、フジテレビのね、亀高ってプロデューサーに。アウトデラックスのね。山ちゃん、フリートーク面白いね。ってずっと言ってたんだから。いや、それで、なんか、ラジオでもお話してみたいって言ってくれてっていうので甘えて。そうよ。ね。そうでした。あのラジオの、飲み会の時ですよね、新年会。こんなじゃなかったもんだから。どうしたのよ。酒飲んじゃおうかな。飲んじゃえばいいじゃん、あんた。もうだから、あの、フォースコリーは必ずお酒で飲むみたいなね。ちゃんと痩せる、あの、僕のそうよ、ちゃんと効果出てるじゃない。ありがとうございます。そうなんです。DSC、さすがね。ありがとうございます、本当に。喜ぶかね、これで DSC。今も来てますよ。だいぶ喜んでくれてます。はい。マツコさん。え？大人たちの指示で、台本戻ってって言ってますけども、こういう時は台本戻ってます。だからね、はい、その台本頼み。はい。よくないよね。私、今、週刊ポストにさ、はい、あの、私と有吉さんが、なんでね、もてはやされるのかっていうのを、台本通りにやって、時間通りに終わらせるから、コストパフォーマンスが高いって書かれてんだけど、はい、私、台本通りにやったこと一回もないからね。アウトデラックスでもそんな見たことないですもんね。そうでしょ、はい、だからもう今日も台本なし。破るぞ、これ！台本でも、
本当に誰も笑ってないね。みんなだんだん正直になってきたよ。そうですね、うん、となると僕怖いですね、これから先が。本当でも山ちゃん今日だいぶあれよ、はい、どれですか、いい感じ。あ、本当ですか。なんかフリートークの山ちゃん、いや、そうやってもらえたら嬉しいです、ね。いや、今だって企画会議でも山ちゃんの名前がいっぱい上がるって言ってたよ、さっき。え、本当に？私のこといい匂いだって言った、あの気持ち悪いディレクターが。言ってたよ。あ、違う、あいつじゃないわ。違う、宮崎の方が言ってたのか。どっちも気持ち悪いな。が言ってたんだって。言ってた、言ってたよ。なんか、すごい、今すごいんだってよ。いや、だからなんかちょっと、それはね、なんか、ヤフーになったりとかしてるんですよ、そういうニュースが。え、何？今もう、山里が今すごいみたいな。山里もいいんじゃないかみたいになったりとかしてるんですよ。だからそこでマツコさんがお墨付き的な感じで言っちゃえば俺加速すると思うんですよ、何かが。マツコさんちょうだいちょうだいお墨付き。だからね、そうなってくると問題になってくるのがやっぱりそのビジュアル面だよね。いやだからこれだからどうしたらいいと思う、私も、はい、もうねビジュアル以外は、うん、あなたは多分本当にすごいと思うのよ。はい。でもやっぱりちょっと嫌だよね。一時間出ずっぱりだとね。だから。噛み締めて言ってるじゃないですか。いやいや、違う違う。だから、でも、なんかほら、ちょっと噛み切ったりとかして、そこら辺は自分でも意識してるじゃないのよ。それはやめてください。少しでも気持ち悪くならないようにって、意識してやってるじゃないよ、あなたも。そう、ちょっと毛先をね、変えてみたりとかしてるんですけど。毛先？そうなんですよ。そんなニュアンスは伝わってこないわよ。あ、本当ですか？あれ？そこは。ずずしいって、だから、そこで毛先をね、入れてきちゃうな、はい、ずずしいんだって。今怒られるポイントどこでやったんですか、俺。え？こういうのダメ？ごちそうさんです。こういうの嫌いなの？全然今、今俺、マツコさんと喋ってんなと思って普通に。いや、だからそういうの良くないよ。どういうの？もうそういうのはやっぱりもう、上沼恵美子さんで癖ついちゃってんじゃない？そういうの。そういうのダメよ。いや、ちょっと待ってください。上沼さんの前でも、僕は素直にやってます。いやいや、上沼さんはね、私も大好きだよ。素晴らしいですよ。私、覚えてる？一回上沼さんの番組、呼ばれた時に山ちゃんいたの覚えてる？はい、小出水ちゃんとかと一緒にいたよ。上沼さんですか？でね、渡辺徹さんとかもいたかな。はいはいはい。あ、その時ね、ひな壇にいたのよ。ゆみチャンネルですか？あれ、ゆみチャンネル私一回出た時に、はい。山ちゃんもいたのよ。私ね、すげえ前ですね。山里という人を、はい。本当に最初に評価したというか、はい、まあそんな上から目線で言うのはあれだけど、本当にすごいなこの人って感心したのは、実はエミチャンネルなのよ。本当ですか？あの時にこの人はうまいって思った。その私の大好きな上沼恵美子さんという人を最も輝かせるトスをあなたはねあげるのよ。そうでした。私だからもう聞き入っちゃったもん、その二人の掛け合いに。もうだからね、ちょっと本当にもうでも、そこはそろそろね。はい。いや、ああいうね、人に、トスを上げる役目っていうのも本当に大事だし、はい。はい、あなたはすごいそれで輝く人だけど、はい。もう会議で名前上がってんだから。ね。はい。そろそろこの自分の気持ちとかそういうの。いや、そう、いいんじゃない？感情を吐露してしまう方向性で。はい。いいと思う、私。だ今日は、まあもちろんもうちょっとね、せっかく誰か書いてくれた人もいるんで、はい、台本も一応なぞりますけど。いやもうでもメール普通にマツコさんに聞きたいことってみんなの聞いて、それでいろいろ受け答えでも全然。だからそれをじゃあ今日はね、はい、その引き出しを開けずに、鍵かけを引き出し。はい、たくさん。だからもう今日は引き出し開けたらもう DAC から来ないって思えば、鍵かけられるでしょ？そうですね。僕の結構な生命線の。そうでしょ？だからもうそれで今日はだから、全部その引き出しじゃない言葉で、やってみよう、はい。ちょっとじゃあ、一歩ここで大きく成長するだろう。本当は私今日ね、はい、ポッドキャストもお付き合いしたかったのよ。この後収録するじゃない？はいはい、あります。もう今日はね、3時40分に真央ちゃんが滑るのよ。だからもうちょっと ね、もう3時で帰らして。いや、まあそれはもうしょうがないです、マツコさん。もうあんた村上と鈴木見れないんだから、あんたのせいで。いや、今日我慢してくれてるんですよ。あんたのせいよ。あんたと TBS のせいよ。本当に。お願いした時はまさかドンピシャで重なると思ってなかったもん、ね。本当よ、私も。ずらしてよ。いや、申し訳ない。有吉さんと、無理だったの？来週マツコさん来週にね、もう。だって今日スペシャルな日だから、やっぱマツコさんが来てくれてみんな喜んでるし、今日。何がスペシャルな日なの？今日。スペシャルウィークですよ。そう。ラジオ。悪しき習慣ね。
たまーに撮るからね、そこだけ舞い上がっちゃうのよね、みんな。ずっと撮ってりゃいいんだけどね。まあ、ずっと頼んでる余力はないもんね、やっぱラジオはね。あれ結構撮るからね、あれ毎日撮るとなるとね、あれね。そうなんですよ。ですから、今日はね、マツコさんね、いろんな我慢はしてくれてると思うんですけど。いやいや、何言ってんのよ。え？もはや、フィギュアより、山ちゃんよ。はい、わぁ、ちょっと今ドキドキしちゃった今。いいのかな、ドキドキ。ドキドキしてないでしょ、あんた。もう裏を読まない、ドキドキしましたよ、ね、そういうのいらないってもういいよ。うるせえ、オカマとか言っていいのよ。言って言って俺言ってこない。言ってよ、そしたら私もすっごいもう発狂できるじゃない、そしたら。ほんと言って発狂させて今日は。うっせえな、オカマ。あ、今タイミング違いましたね。違うよ、今のは。今違いますね。俺も違うなと思いながら。違うのよ、もう。なんか、まあ、徐々にやろ、いいですね。徐々に。今僕、はしゃいでる学生でしたもんね、なんかね。今用意してた。それも用意してたでしょ。用意してた。よく言ってた。ね。だから引き出しはダメだって言ったじゃん。また今 DH の客一個なくなりましたね。ね、本当に。あ、じゃあ、行こう行こう、ほら。メールはね、募集はもう、マツコさんに聞きたいことです。ありがとうございます。はい。ファックス東京03-5562-9540。メールアドレスは、fumo@tbs.co.jp までお待ちしております。と。さあ、ということで、もう来てるんですよ、質問が。あ、そう。はい。マツコさん、いいですか？はいはい。ラジオネーム、かおりん。山ちゃん、マツコさん、こんばんは。こんばんは。先々週、山ちゃんから今日のスペシャルの告知があってから、ずっとこの時間が来るのを楽しみにしてました。マツコさん、本日は不毛にご出演くださり、どうもありがとうございます。それなんか親戚かなんか？違いますよ。ちゃんと普通のリスナーですよ。あ、そう。身内だけでやってる。いやいやいや、もうちゃんとしてるね、リスナーの人が。ご丁寧な、まあ真面目なリスナーでございます。で、早速二人に質問です。はいはい。お二人はお互いのことをどう思ってますかって、あ、散々今聞いたんですよ、ね。今結構もう終わっちゃったね。その後にこれ選んじゃって、俺。テンパってんのかしら。ええ。いやでも、まあ、彼女が悪いわけじゃないからね。そうですね。僕が今このタイミングで。そうよ。なんか彼女が、カオリンが悪いみたいになっちゃうじゃない、これ。そうですね。お互いで、僕はでも、マツコさんは本当に、アウトデラックスでガッチリね、各週でお会いさせてもらいますけども。いや、本当に、僕、最初オープニングちょっと言ってたんですけど、僕ってやっぱ、気使わせてますちょっと。いや、気は使ってないよ。本当ですか？うん。いや、だって、絶対は、今マツコさん、バッて突っ込もうとしたときに、僕ちょっと被っちゃったっていう時ある。いや、だからそこだって。え？ここ。被ることって悪いこと？いや、でもだって絶対正解だったりするわけじゃないですか、マツコさんが気づくところって。何その言い方。え？俺今なんか、傷つけました？いい、今日そういうのやめよう。こういう、これ僕本当に思うんですよ、だって。違う、正解じゃないのよ。私なんて大したこと言ってないんだけど、はい、思ったことを言ってるだけだから、はい、あんたたちみたいなさ、はい、その、引き出しでね、仕事してる人から見たら、はい、なんかすごいのかな、みたいに目の錯覚で見えるのよ。思ってること言ってるだけなんだから。いや、でも、その思い方がもうマツコさんしかない思い方。いやいや、そんなことないんだって、みんな口に出さないだけで思ってることなのよ。私は口に出す、もう、なんていうの、我慢できないっていうか、はい、脳と口が直結してんの。はい、その、普通はみんな、脳で考えた時に、はい、これは言うべきことかどうかって、ワンクッション入るじゃない。はいはい、あと、その機能がないのよ。それだけなの、私は。あ、でも、言われる。だから、週刊ポストにコストパフォーマンスが高いだけのオカマって書かれるのよ、私。そんなこと、全然ね、台本なんか守ってもいないのに。いやいや、でも、守ってないけど、じゃあ、かき乱してるかって言ったら、はい、私、そこまでのことはやれてない気がする。いや、マツコさん、アウトデラックスで、ドストライクの男性来た時に、もう全質も無視して、ずっと、遠回し口説き続ける時とかあるじゃないですか。いやいや、あら。あら？そうでしょ、だって。いやいや、あんたね、はい、それも2種類あるの気づいてる？え？気づいてないです、俺。本気で結構、可愛いと思ってやってる時と、はい、話すことがないからそれに逃げてる時があるの。そう。本当よ。いや、そういう、やめよう、こういうこと言う日。いや、私のなんか、これ商売道具だからね。いや、僕申し訳ないです。まさかそんな言っちゃったわ。だからほら、言っちゃうのよ。私は言っちゃうタイプだから。か僕、それ、ブレーキ踏んじゃいますもん。いや、みんな好きになっちゃうから。それ、私、だからそれをさ、はい、ちゃんとその変化、わかんないでしょ。わかんない。その本気の時と、うん、逃げの時の。わかんない。それはだから、頑張ってるよ。うわ、すごいっすわ、そしたら。だってそこでなんか、
なんか、つまんないなって思ってて、もうつまんないままで終わっちゃったら、ほんとつまんなくなっちゃうじゃない、はい、だから私が、ああやって、思ってもないのにね、ちょっとチンコ触るみたいな、そういうことをすることでまたなんか起きたらいいなっていうだけの話よ。はぁ、あ、だに、そっか。でも大概つまんない人って起きないわよね。それをやっても。それでも、私好きかもって言ってずっと掘り下げ続けるときとかありますもんね。それも、だからって言って全部それだと思わないでよ。本気の時もあるからね。本気の時、本気の時はそれを出すのも。はいはい。チンコ触りたいっていうね、思いを。まあちょっと今触りたいにとどめといたけど、そういう思いをこう出すわけよ。でもそう、あくまでも本気の時と、頑張って出してる時もあるのよね。うわ、ごめんなさい。なんか。何がよ。そんなん言わしちゃったと思って。マツコさんに。いやいや、これはもう今頃亀ちゃん聞いてたら怒ってるよ。そうですね。本当に。まあ亀ちゃんだけじゃなくて、私がやってる全局の人が怒ってるわよ。そうですね。いやでもこれ、誤解しないでほしいのは、はい、全くその要素がない人にはいかない。ああ、確かに。私ね、結構間口が広いというか、はい、もうそれもだから上から目線になっちゃうから、まあ本当のこと言うけど、はい、結構誰でもいいのよ。もう。一部の、どうしても無理だね。さっきの、はい、あの気持ち悪いディレクターとか絶対無理よ。今村さん。そう、ああいう連中は無理だけど、そうじゃない人は、はい、街歩いてる人ほぼ OK なのよ。じゃあ、その、僕なんかも、あんたは嫌。え？あんたは嫌。なんで？なんでかって？はい。ちょっと気持ち悪いからよ。ダメ！もう慣れてくれてる。いや、慣れはしたよ。するよ、ちゃんちゃんちゃんくん。あれ、これもう、ダメなのこれ。いや、するよ、ちゃんくん。これに勝手に行くんだ、気持ち悪いやつは。怒ってんぞ、気持ち悪いやつだから。するよ、ちゃんくん。どこに来るぞ、気持ち悪いんだよ。もうないきろ、もうないきろ。さ、言えないよ、こんな感じで、これ。さ、マツコさん。質問来てますんで。なんか池上さんに弟子入りしてたって話が。ダメだぜ。ちょっと。いや、まあ、ちょっとね、書生って言うんですか。あら、すごい。いろいろ狙ってんのね。どっから聞くのそれ。え？なんでわかんないけどね、みんなね、私のところにね、入れるとね、隠し器みたいに言いふらしてくれると思ってんのか、いろんな話入ってくんだよね。しかも、池上さんの見て勉強してるっていうのは、ちょこちょこ言われることなんですけど、書生に入ってたっていうのは、本当に、一人か二人しか知らない。あ、じゃあその、どっちかだよね。どっちかでしょ。うん、もしくは、どっちかも、両方、両方から言ってる感じ。どっちかだよね。だって僕頭にも浮かんでます。マツコさんとその男が繋がってるの知ってるから、あの野郎言ったなっていうの。あら。まあ、でも昔一時ね、だからね、隠し事ってできないんだね、この世の中。いや、そんなことない。でも全部言っちゃった方がいいんだって。いや、隠せてたのに、マツコさん。あら、これ。リスナーの方も初耳？初耳なのに、皆さんが思ってるより、やらしい男だよ。やめてくださいよ。ねえ、私、いじられてる気持ち悪い山ちゃんでございます。いやいや、びっちゃびちゃ。いやいや、でもさ、それやら、ある側面から見たら、すごいやらしい男よ。はい。でもね、別の角度から見たら、はい、勉強家だよ。ああ、そうですね。でもね、勉強しすぎじゃない？え？いや、そんな、みんなやっぱり。頭いっぱいいっぱいになっちゃうでしょ？いや、まあ、確かに毎日なんかいろいろやっちゃってますね。でしょ？反省とかしちゃったりすごいしますもん。だから、収録終わった後とかでも、あそこの時に、あれ言っとけばよかったなとか、あそこで被った時に、あれ違ったなとか。でもね、私そういう話聞くと、はい、私がいけないのかなって思うんだよね。え？そういうことを一切しない自分っていうのは、成長していかないんじゃないかっていうね。いやー、でも、しないっすか？なんか、今日これ間違っちゃったな。あのね、間違ったっていう反省はしない。うん、あれを言ってしまったことで、誰かが傷ついてしまったんじゃないかとか、はい、誰かに迷惑をかけてしまったんじゃないかっていうので、ちょっと落ち込む時はあるのよ。はい、ただ自分が言ってしまったことが、うん、面白かったかどうかっていうのは、もうしょうがないと思ってる。はあ、生放送でない限りは、はあ、それはもう私はテレビでもラジオにせよ、その番組っていうのはもうディレクターの作品だと思ってるから、はあ、まあそれを面白かったら使えばいいし、はあ、ダメだったら使わなきゃいいだけだし、はあ、誰かにその場にいる人に迷惑をかけてしまったとしても、
もうしょうがなくない？まあ、そこまで、昔からですか、ずっと。そこの中で。あとやっぱり私芸人さんじゃないってのが大きいよね。私やっぱり芸人さんたちを見てて、大変だなって思うもん。この中には入りたくないって思うもん。そうですか。なんかやっぱりあるじゃない、その、流儀というか、ルールというか、その、あうんの呼吸というか。まあありますね。今自分は引かなきゃいけないんだとか、ここはこれトスに徹しなきゃとかあります、うん、で、その、なんて言うんだろう、呼吸みたいなものは、私も、なんとなくわかるようになってきたけど、そこで何をぶっこんだらいいのかとか、何をこうフォローしたらいいのかっていうルールまでは私は知らずにやってるから、これをね、瞬時にこう頭の中で判断して、適切な言葉を出さなきゃいけないっていうのは、まあ、大変だし、私はできない。そんなこと。でも、だから、最初に頭に出てすぐ口に出すやつのが正解っていう率が高いんですね、じゃあもう。僕らはもう何個か選択肢で。でもね、正解じゃないんだよ、私言ってることって。多分。はい。だからその芸人さんグループにも属してないし、はい、かといって別に女優でも俳優でもないし、はい、なんかグループがあるとしたら、おねえ、はい、ぐらいじゃない、まあ。だから結局、いろんな人にとって私って部外者なんだよね。見てる、多分、リスナーの人だったり、はい、視聴者の人だったりっていうのからしても、はい、私って仲間ではないじゃん、はあ。男チームにも入ってないし、女チームにも入ってないし、はい、サラリーマンチーム、OL チームにも入ってないし、はい、お母さんチーム、お父さんチームにも入ってないわけじゃん、はい。そうなってくると、関係ない話してる人なわけじゃん、私って。はい、だからきっと、許してくれてるのよ、みんな。って都合よく考えてる。だから私は何を言ってもいいんだって思わないと、やってらんないわよ、もう。もうだって、何言ったら正解かなんてもう、誰も判断できないじゃない、もう今。まあ確かに、まあまあ僕らも出して笑い声とか編集で手が残ってるかぐらいです。そのスタジオの中では正解だったとしても、視聴者の人が正解かどうかって今わかんないじゃん。まあはい、わかんないです。それでなんか、スポンサーに、なんか、告げ口されたりとかしちゃう世の中でしょ？今そうですね。怒り方がみんなそっち系でしょ？そうなのよ。だからもう、それ気にしてたらやってけないわ。はぁ。でもダメな時はさよならって言って去ればいいと思ってるから。はぁ。どうせ棚ぼたでもらったポジションだもん。そうですか。いや、なんか勝ち取った感じするけどなぁ、息子さんの。勝ち取った？だって、全部もう、その面白い、このコメント、この時にこれ言ってくれるっていうのがいいから来てくれって。いやいや、そうじゃないって。だから週刊ポスト読んで、今週の。私、コストパフォーマンスが高いから使われてるだけだから。収録時間守るって。そうそう、守るって。台本通りにやるから、私。それだったら、そのポストのやつにアウトデラックス来させてみたいですよね。どんだけ長いことやってるかね、あれ。まあ、あと、台本を守ってないっていう意味では、はい、今日が一番ひどいわよね。確かに、ずっともう、台本最初の一番以上ずっとね、そうなのよ。あとこれちょっとメール読んであげよう。怒っちゃうよ、リスナーの人。了解でございます。あ、いきます。ラジオネーム、イシン。はい、はい。マツコさん。マツコさんは、山里のように、お酒で失敗したことはありますか？お酒？一生に一度だけある。あ、でもどんな時ですか？それはね、まあだから、酔っ払ってたのプラス、はい、もうなんかいろいろ溜まってたもんが爆発しちゃったんだろうけど、はい、勤めてた会社で、はい、飲んで酔っ払った後に、はい、その場にいた人全員一人ずつ、はい、悪口を言った。お前はなって言って、全員の嫌なところを、もう次の日本当に、平謝りした。でも、もうリアルなとこついてたでしょ、お前はここがダメでこれがダメだ。そうよ。もう本当に。だから、仲良かった人からは、はい、悪いけどちょっと、今回ばかりは、シャレにならないって言われた。だって、言ってること全部本当なんだもんって。的確なやつですね、ちゃんと言って。的確っていうか、的確じゃないにしても、うん、なんか言っちゃいけないことってあるじゃん。はいはい、それは身も蓋もないよっていう。はいはい、それは、その人に限らず、はい、みんなそうじゃんっていうさ、はい、あ、なるほど、はい、人間だものっていうところあるじゃない。そこをついちゃったんだよね。はそれは私もそれだけ、お酒で失敗した。でもそれだけですか。僕もそれはやっちゃいますけどね。僕も酔っ払って失敗して、僕クラブに行って酔っ払っちゃって、でそこら辺にいるクリエイターやっちゃう。何が失敗かって、まずあなたがクラブに行ってることが失敗なのよ。え、僕入り口間違えましたよ。だってクラブって
これも、初めてぐらいに行ったんですよ。キャリーパミパミの生誕イベントになんか来ないかって言われて、知り合いに。言って、なんかエピソードになりそうだし、行こうかなっていう。まあ、この入り口もダメなんですかね。エピソードになりそうだしって時点でもう、あれですけど。いやいや、いいよいいよ、続けよう、はい、それで、はい。うん。それで、酔っ払って、そこにいるクラブとかをよく遊び慣れてる人たちに向かってもずっと、お前らよりか俺の方が絶対幸せだと、お前らみたいなペラペラな人生のやつはみたいなことを、コンコンと言い続けてたらしいんですよ。だからさ、だから、なんて言うんだろう。そこはさ、はい、どっちが幸せだと思う？気づいてしまった人間と、はい、気づかないふりをして生きてる人間、どっちが幸せ？私はだからそこが山ちゃん間違ってると思うのよ。私は彼らの方が、彼女たちの方が幸せだと思う。あなたみたいな人は本当に幸せになれないタイプよ。いや、マツコさん。え？嘘？こっちの方が楽しくて幸せ、楽しいですよ、毎日。楽しい？すげえ楽しい。本当に楽しい？え？こんなにいろんなことに気づいてしまって、はい、池上さんの弟子にまでなって、ね、この年になってもね、はい、向上心と、勉学の精神で生きてる人が、本当に幸せ？いや、でも、それで勉強してて、これが分かった時とか楽しいなって思ったりとかする幸せありますよ。ああ、そういうタイプだ、だから。だから、道の県とかね、行っちゃうタイプだよね、だからね。進学塾ですね。そういうタイプだよね、だからね。四谷大塚とか行くタイプよね。あ、それだったらいいよ。はい。うん。だから一個一個成果を上げていくことに喜びを感じて幸福感を得られるタイプね。まあ、そうですね、幸せ、そうですね、この仕事でしか。じゃあいい、余計なお世話だった、ごめん。え？幸せなんだよ。だったら、クラブで、夜な夜なね、遊んでる連中よりは、自分の方が幸せだって思えるだろうね。あ、いや、待って、俺なんか今、マツコさんからはしご外された感じ。いやいや、そんなことないって、違う、私はさ、逆なのよ。はい。うちの事務所からね、246抜けるのにさ、はい、道玄坂の交番のとこからさ、下り坂あるじゃない、はい、ずっと東急本店の方に。はい。あそこ一番、私今日本で一番、大敗的な道だと思ってるんだけど、あそこを抜けるわけよ、私。はい。はい、もうなんかね、バイオハザードみたいにさ、車で避けて取らなきゃいけないわけよ、よ捨て人みたいな若者たちを。だらだら出てるところ。そう。だからさ、やっぱりさ、そういう人たちを見てさ、私は、ああ、彼らの方が幸せなんだなって思っちゃうのよ。はあ、彼らを見ながら、お前ら何の役にも立ってないわ、日本のって思っちゃってる自分が不幸なんだって思うの。別にストレスなんか感じなくてもいい。そうよ。だってそれで、はい、まあどういう仕事をしてね、生きてるのかわかんないけど、はい、なんとなく毎日楽しく生きてるわけじゃない、彼らは。楽しそうです。幸せじゃない。何が不幸なの？いや、なんかでも不幸って向こうが自分より不幸って思わないとやってらんない。ほら、だからそう言ってる時点であんた全然幸せじゃないじゃない。いや、はい。確かに。いや、だから、どうする？どうする？幸せにしとく？不幸にしとく？二択。うん、でも、不幸かなぁ、そしたら。かわいそう、私幸せ。ずるいよ！今いや、違う、だから、そういうのも、込みで幸せだって思って生きてる。ああ。あまりにも心に来ると、わーって普通に言うだけなんですね、今ね。そういうのいらないから。これもそういうのはいらない、もう。腐して、どんどん。それでやってこう、今日は。腐すんそうよ、もう。どんどん行って。ほんと。ちょっと、なんとか俺、絶対今日3時まで腐してみせますよ。もう、腐してみせますよっての格好ですけど。いや、でも、私は、自分もそういうタイプだから思うけど、これでいいと思ってる。その鈍感で幸福であるぐらいだったら、敏感で不幸でいたいと思う。だから山ちゃんもそうだと思う、私は。はい、うん。え、こんな、瀬戸内寂聴みたいな話でいいの？もっとなんか、だってあの人たち愛想笑いもしてなかったわよ、今。もっとなんかちゃんと、あいつらがさっきの、のけぞってわーってバカみたいに笑ってる感じにしなきゃいけないんでしょ？でもあれ僕が噛んだとこだけしか笑ってないですから、全然、今の正当ですよ、多分。普通に、ほんといい説法を聞いてみたんですかね。うなずいちゃって今。メール？どんどんあいつ、ちょっと、いけるようになってきた。え、守備範囲入ってきました、だんだん。入ってきたわ、だんだん。で、嬉しそうにするんだね、今村さんもそれで。行きましょう。
どれにしようかな、いろいろあるから。これさっき、おぉ。いこう。マツコさん。はい、ラジオネーム、ヤジロベ。マツコさんに質問があります。はいはい。僕はこの番組で山里さんのお話を聞いてると、こいつ実は童貞なんじゃないかと思うことがよくあります。しかし山里さんはあくまでセカンド童貞だと言って童貞だとは認めません。マツコさんから見て山里は童貞だと思いますか？全然ないですもんね。っていうか、むしろ、そういう話、考えたくないわ。僕がやってるところですか？うん。いや、だって、いや、じゃあ、どうなの？いや、いつ以来してない？2006ぐらいだ。2006、7。え？ 7 ぐらいかな。気持ち悪い。2006年からしてないの？はい。正直知ってないですね。思った以上でした、ひょっとしたら。いや、私ね、今何が気持ち悪いと思ったかっていうと、はい、別に、だから何年間、もう8年間ぐらいです、はい。8年間してないことが気持ち悪いと思ったんじゃなくて、もはやもう8年間してないことを、はい、あなたはどこかでプライドに感じ始めてない？その、しない自分っていうものが、ちょっと尊くなり始めてない？はぁ、でも次やるときは、相当って勝手に思っちゃってます、今。相当なとこって。相当な人とやんないと、ああ、もうダメだ、それ。これ相当な人ってだから、どれぐらいの人よ。ちょっと気持ち悪いけど、具体的に言ってみてよ。女優さんでも誰でもいいから。相当な人っていうのは、どれぐらいをあなたは考えてんのよ。やっぱり、女優さんとかだったら誰なんだろうな。広末さんとか。広瀬涼子ですよ。ん？止まってますけど。とか。ああいうなんかこう、自分の心を一時で。ちょっとさ、ちょっと本当に広瀬さんを呼び、事務所に謝って今。いやいや、ダメだってそんな具体的に名前あげたら。だって今、いやいや、ダメだってちょっと引いたわ今。だって今聞いたのマツコさんじゃないですか。誰とそういうことやってみたいのよって、相当って言ったら。じゃあ、はい。逆に言うけど、はい。今まではどれぐらいのレベルまではやったの？山里レベルの中で。やった！あの、レースクイーンが最高峰。レースクイーン、矢部さんが紹介してくれたっていう。そう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 。レースクイーンも、こんなこと言って恥ずかしいですけど、B までしかさせてもらってないんですよ。いや、これもおかしな話で。B までしかさせてもらってないんですよ。じゃあ未遂じゃないのよ、レースクイーン。レースクイーン未遂ですね、本当にいなかったんで帰ったら。俺は、B までしかさせてもらってないんですよ、なんていうのは、電波乗せていい単語じゃない気がするんですよ、俺。いやいや、いいと思うよ。いいですか？うん。昔ね、何年か前に。はい。それってさ、だって、はい、変な話だけど、はい、山ちゃんが本気になれば、私、はい、セックスぐらい簡単にできると思うのよ。はい。それはさ、自分の中で、するもんかっていうのがどっかにない？はあ、でも、私そういう時期実はあったの。はい。その自分がまだこんな風になる前に、はいはい、本当にもう全世界の人の中で最下層に自分は行った時期があったのよ。はい。もう本当にもう惨めな生活をしながら。その時はなんかどっかで自分で、セックスしちゃったら、普通の人間になっちゃうみたいな、願掛けまでいかないけど、そういう思いがあって、はい。はい、意識的に何年間かしなかった時期があるのよね。はいはいはい。それに近いものない？なんか、やっちゃってたら、何人もとこう、そういうことをやってたら、面白くなくなっちゃうんじゃないかみたいなので悩んだ時あるんですよ。ああ、もうね。はい。ちょっと、今、それはダメよ。え？その年齢です。それはダメよ。36歳。ダメよ。私はああ、でも、ああ、でも私も20後半ぐらいから30半ばぐらいにかけてだったわ。それ思ってた時期。ちょうどじゃ僕同じぐらいの時期に今。でももう、なんだろう。なんかね、はい、そろそろこれやめなきゃダメだって思い始めたのよ、逆に。はい、こんなことやってたら、なんか、人としてね、はい、間違ってるっていう。はい、急に思って、慌てってセックスをした記憶があるのよ。さあ、今に来るって、
そういう時期ですかね。そうよ。それでもう逆に反動で大変なことになったからね。もう高外れして大変よもう。基本私はほら基本 B までだからさ。だからね結構できちゃうわけよ。大変だったのよ。でそれそうなるきっかけってなんですか。もうこれ私このままじゃダメだったら。なんかね結局こんなことを思ってる人間は。そこそこな人間だって思ったの。そんな願掛けをしてるような人間は結局、そんな大した玉じゃないって、ふって思ったの。それの逆言っちゃってますもんね。なんかこう、このタイミングでこんだけこう、女性とかそんなね、チャラチャラしない。うん、これが、かっこいいって思っちゃってる感じが僕まだある。それは、だからって言って遊ばなくてもいいと思うんだけど、はいはい、自然に、してていいと思う。で、自然にしたら、分かったのよ、はい。そんなにできないってことも自分が。だから、あなたもそうだから、自然にしてたってね、バカバカやれるような男ではないんだから、いいのよ、自然で。自然にしてたって年に2、3回が関の山よ。恥ずかしいのが、自分のブレーキ解いちゃったらとんでもないことになっちゃう、やりすぎちゃう。なんだ、無理だって、こんなの。無理。嘘。本当に。いや、だって、ちゃんほら無理だって言ってるじゃない。いろんな人求めないだそんなの。いやだからもう大丈夫、普通にしてや。何が大丈夫、普通にじゃあ出会った時にそういうことそうなのよ。ブレーキなんかまず、いやなんか人生もなんだ。なんでレースクイーンと、いや逃げられちゃったんですもん。マツコさん、はいはい、コーナー付き合ってもらうことになりそうです。いや何でもやりますよ。もうなんなら今の CM 中の話もするダメ。あ、そうそれはね、私もダメだってわかってる。でしょ。俺も、恥ずかしい、なんか、ダメってなんか、ギャグみたいに言っちゃって、今。マツコさん、こっちはちょっとね、少し迷惑なコーナーがございます。お付き合いいただいて。どうぞ。参りましょう。こちら、子供たちを責めないで、ハイパーハイパー。私は、子供が嫌い。さあこれね、マツコさん、こちら子供の声で言うと面白そうなこと、子供に言わせてみたいことを、まあ、音楽で紹介するコーナーなんで。はいはい、こういうの大事よね、やっぱ深夜のラジオってね。そうなんですよ。ただベラ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 喋っててもやっぱりハガキ職人の人とか楽しくないもんね。いやでも今日の話はすごい聞けない。怒ってないかな、香り怒ってないかな。香り一番最初のラジオテーマのことです。そうよ、本当にあんたが出すタイミング失敗しちゃったから。散々バラ聞いた後に、ね、私が悪いみたいになってるって今思ってんじゃないあれ。もうフィギュアに変えちゃったかもよ。いやもう帰ってきて、帰ってきてってこっちも聞いてないから。これ子供がいろんなことを言いますんで、で、はいはい、その方向先はですね、私であったり、まあマツコさんにも行くかもしれない。はいはい、でお付き合いくださいませ、はいはい。参りましょう。それではどうぞ。皆さんこんばんは。僕、子供です。子供が喋ります。今週もお母さん立ち会いのもと収録しています。マツコデラックスさん、はじめまして。はい。そして久々のジャンクへようこそ。そうですよね、はい、デラックスさんが最初にジャンクに来てくれたのは極楽とんぼの加藤さんがやってた吠え玉でしたね。はいはい。生出演で2回、最終回のコメントで1回、ご出演いただきました。はい。あとバナナマンのバナナムーンゴールドにもご出演いただきましたね。はいはい、今までは割と顔のいいパーソナリティがやっているジャンクに出ていただきましたが、はあ、今日はなんかすみません、はあ、ブサイクを目の前にしてテンションも上がらないと思いますが、ここは一つ仕事と思って精一杯よろしくお願いします。随分長めに語りかけるな。おい赤メガネ、何よ。お前からもお願いしろよ。いや、お願いさせてもらってるよ、ずっと。タニシみてえな顔しやがって。ちょっと。このガチロリタニシが。
こういう悪口がずっとですね、私も数年間続けましてですね。ということで、この時間は、僕、子供が世の中や、今、ギャラックスさんの目の前にいる、ガチロリタニシを、バッタバッタと切っていくコーナーです。そんなにまだ認識ではまず、ゲストのデラックスさんに、このコーナーはこんな感じですってのを分かってもらうために、世の中から切らせていただきますよ。で、結構長尺で喋ったわね、結構。いや、これね、ラジオネーム、小石がぬかるみ。何にでも可愛いっていう女の人って何より自分が一番可愛いと思ってるよね。っていう声よ。これは何リスナーの方がくれてる。そうです。ああ、はいはいはい。雪の日に小さな雪だるまを作る子って性格良さそうだよね。僕はでもこの間島崎はちっちゃい雪だるま作ってたわ。じゃあいいじゃないですか。天然って言われるんだって言ってる女の人って絶対言われてないよね。もう昔からね。まあまあね。小天然に天然じゃ。天然じゃ島崎和歌子だって天然だからね。あれね。どこでそうですか。女子アナってきっと誰にも本心明かさない連中だよね。女子アナの話もいろいろ。ラジオネームピーマンヘッド。昔の。素人なのに、オチとか振りとかハードルとかいうワード使いたがるやつ、ぶん殴りでーす。この子いくつぐらいなの？ラジオネームやつらのボス。先生、質問です。ずっとつまんなそうにしてるキャバ嬢は、なんで時給もらえるんですか？この子の将来が心配なの。ラジオネーム利用者ゼロ。毎週も言ってます、ね。毎週言ってんだ、この子。先生、最近僕、テレビでデヴィ夫人を見ると、ドキドキします。これが恋ですか？デヴィ夫人、ちょっと狙いすぎだね。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。お父さん、ツイッターでサッシーをフォローする前に、働いて家計をフォローしてよ。座布団もんでしょうか。ラジオネーム、引き出しです。一等で入ってるみたいだったね。兄ちゃん、うん、もうブックオフに住んだら。ラジオネーム2丁目の菊池よ。え、まだ内定決まってないのに二次会来るの。ラジオネーム7人の菊ちゃん。どうか鈴木福くんは将来坂上忍さんみたいになりませんように。いや、坂上さんにはなれないですよね。いやー、これはね、なかなかね、そんな簡単なもんじゃないよ。世の中を切った後は女子アナとよく揉めることでおなじみ、山ちゃんへのダメ出し、いってみよう。僕にこそ、しかもマツコさんがございますから。ラジオネーム2丁目の菊池よ。また菊池よ。がテラスハウスが終わった後に山ちゃんのツイッターが炎上してないとなんか悔しいよね。テラスハウスかな。わかるわかる。あれ実況してるからすっげえ怒られるんですよ。山ちゃんって誰かからチョコもらってもキャラ守るために内緒にしてそうだよね。さっきの話と同じだよ。もうバレてるね。ラジオネーム米パピ。山ちゃんがアイドル関係の話題振られて知ってますよって言った時って多分知ってるだけだよね。もうこの目。ラジオネームご存知島根県民。もうまああるよね。でも山ちゃん、羽生結弦選手のことをツイッターでつぶやいて炎上したタレントさんがいるらしいよ。炎上仲間に入れてあげたら。あの方ですよ。もうあの方との問題はもう片付きます。ラジオネーム南アフリカ。山ちゃん、サッシーにツイッターフォローされてないけど、うん、避けられてるの？あの、AKB メンバーはね、サッコちゃんが誰もフォロー少ないから、ね。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。山ちゃん、ん？ヒットの秘密で、週に2000万稼いでるって言われて否定してたけど、うん、否定する声、小さかったね。稼ぐわけないですね、もうそりゃそうね。ラジオネーム、ガラス。稼ぐわけないですね。さらば青春の光とイベントをやるのはフリーになるためのアドバイスを受けるため。私は吉本興業に骨を埋めますよ、そりゃ。ラジオネームプレッシャーバースト。
メロディックスで共演した赤い公園のメンバーをツイッターでフォローしたみたいだけど、抱けないからね。来てくれた方にありがとうの意味を込めて私やってます。ラジオネーム空天日本の怒り飲み込みますで、二十歳の頃の写真を公開して、ギャルにかっこいいって言われてたけど、素人に気を使わせちゃダメだよ。本当にかっこいい写真だったよ、大学の頃。ラジオネームダークプラス。見てるのね。はい、すっごい見てる。山ちゃんがおかっぱをやめた本当の理由は、毛の量が少なくなったからだよね。ハゲージだから変だ。ラジオネーム林。あるな、多いね。山ちゃんの惨めな写真を週刊誌に売り込んで、断られた女王様、番組のホームページに載せるので、連絡お待ちしています。ラジオネーム古いピエロ。縛られてる写真。山ちゃんって、アウト軍団と並ぶと、なんか、薄いよね。それが悩んでていろいろ言ってるじゃない。ラジオネーム米パピ。おい山里、アウトデラックスで大鶴ギターさんに同業と付き合うのはやめた方がいいですかって真面目に聞いてたけど、狙ってる子でもいたのかよ。夢としてはありますね、同業の方と一回付き合ってて。ラジオネームパースケ。アウトデラックスで柿沼さんのキス見てどいねしてんじゃねえよ。ラジオネーム不毛なサブライダー。なんかここのラジオ用語。山ちゃん、ほらいつも恒例のあれをマツコさんに聞かないと。どれよ。今日の下着の色は何色の何？気になってしまう。キョトンとしないでください。続いてはゲストのデラックスさんの番ですよ。覚悟はいいですか？途中でスタジオごと飲み込んだりしちゃダメですからね。それじゃ行ってみよう。ラジオネームウィンタース。マツコさんって佐川男子好きそうだよね。ラジオネームこれ見よがし。範囲が広いって言ってました。ほぼいけるわよ。マツコさんってプライベートでもとっつきにくそうだよね。あ、でも全然多分とっつきづらいと思う。ラジオネームセハムステキ。めっちゃ気使うじゃない。嫌な嫌な人は。マツコさんってボケる素人さんに対してびっくりするくらい冷たい対応するよね。ラジオネーム林。もう立派なイエスですね。いやー素晴らしい。山ちゃんとマツコさんの共通点は TBS のとある女子アナのことが嫌いなところだよね。ラジオネームゴルフランの夜行性。大ファンのサッカーの長友選手と共演したとき、何か運命感じるだろ？そうだろう？って聞いてたけど、長友選手怯えてたよね。それが怯えんだよ。ラジオネーム竹やぶこんがり。熱がすごいすごい。本当だって。本当なんだよ。マツコさんってどこの土地のゆるキャラなの？あ、上手。なんか今急にアントシアニン。こういう上手。好きこういうの。伊藤園の俳句みたいな。マツコさんって褒められると照れ隠しで大きな声出すよね。ラジオネーム林直。そんなでもないかね。マツコさんってアウトデラックスメンバーと絡むときなんかお母さんみたいな目線だよね。それはもうしょうがないっすね。住み込んで、まあ、本当に好きなのよ。全てのこちらは空を飛ぶ。マツコさん、テレフォンショッキングでタモリさんと東京の街開発の話で盛り上がってたけど、お客さんポカンとしてたね。いいのいいの関係ない。あれタモリさんと話してるから。いいのいいの。タモリさんも好きそうね。マツコさんってほんまでっか TV で沢口先生が押したときムッとした顔になるの一番早いよね。早いです。ちょっと大好きよ。ウィンタースあそこ出てもみんな好きです。大好き。本当にマツコさん5時に夢中に出てるけど、深川さんよりいつみ太郎さんの時の方が楽しそうだったね。そんなことないよも言いづらいし。ラジオネーム三色昼寝つき。
結局誰かの傷つく。そうなのよ。マツコさん、はい、5時に夢中、いつも見てるけど、料理コーナーのフライパン、汚すぎない？そうなんです。ラジオネーム、クーティエン。よく見てるな。マツコさん、北海道産のお米、七つ星の新 CM 発表会で、着物姿だったけど、力士にしか見えなかったね。もう、もう。今更それでマツコさん。ラジオネーム、バース。生命できて、マツコさん、ビクトンしてマツコさん、三毛猫ホームズでの演技、大女優の貫禄だったね。ありがとうございます。受け入れますよ、マツコさんは。餅の食べ方は安倍川裏なんか読まないよ。マツコさんって、ピンポンで和歌子さんと街ブラロケやってた時がピークだったよね。あ、でも、なんか、これは本当そうかも。ラジオネーム、セハム素敵。スタードラフト会議でのマツコさんの立ち位置、最後までよくわからなかったよね。あっちが見たんじゃん。これよく見てんね。昔富士の深夜にやってたエブナイに出てた頃のマツコさんってカンニング竹山さんにしか見えなかったよね。1回だけ出たんだけど。ラジオネームルイルイ。あれ、今日のゲストは伊勢ヶ浜部屋所属の力士の方ですか。限定した何がいいやつ。ラジオネーム、キントキナ。歴史じりはもう、マツコがいっぱい持ってて。マツコさんって、スターウォーズシリーズで、裏社会を牛耳ってた、ハット族の方ですよね。はいはい、もっと来いよ。そう。その上の土砂もらっちゃってるから、マツコが。あ、徳光さんの親戚の人だ。はい、もっと来いよ。ほら、ラジオネーム、ついちゃっても足んないよ、まだこんなの。マツコさんって確か、アミンの大ヒット曲ですよね。マツは、こういうあの変化球。ラジオネーム100発連射。マツコさんっていうの違った気がする。ああ、そういうこと。ハマロンと同じ事務所の人だ。いや、うわ、ありがたい。ハマロンだって。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。あの、夜更かしの前説をしてる。ありがたい。マツコさん、大雨の中で彼氏と別れ話になって、傘でフェンシングをしたことがあるって、本当ですか？ラジオネームさすがに。そうそうそう、あの、幼稚園の校長みたいな。マツコさんって、昔、ジャンクの吠え玉にゲストに来て、うん、加藤浩二さんとキスして以来、それから一度もキスしてないって本当ですか？いや、めっちゃ考えるからやめてくださいよ。ラジオネーム、今週の宮本。そうか。マツコさんって昔、悪魔の契約にサインって番組で、女優さんにひどいあだ名をつけて泣かせちゃった人ですか？それ私じゃないんだけど、その話してもいいの？ギガ粘土と。もししていいってマツコさんが5で出なかったら、マツコ！マツコが女装紅白出なくなったから、アーチ閉店しちゃったじゃねえか！リスナーの皆さん、今週もたくさんのネタありがとうございました。ではデラックスさん、準備の方はいいですか？今から僕がモノマネを振りますから、全力でやってくださいね。逃げ出したりしちゃダメですからね。それではチャラチャラした女子アナにチクリという芦田愛菜さんにお返しします。芦田愛菜ちゃん、チャラチャラした女子アナに悪態つく芦田愛菜らしいです。違うのない？逆に逆にでもやれるやつだったらやるよ私。マツコさんって何、モノマネとかでもやったことないでしょ。モノマネやんないね。なん、じゃあ今持ってるの？あんなんか持ってるってないよ。そうか、そういうのないっすもんね。持ってないわよ。なあ、モノマネないでしょ。ないね。潔じゃない。ごめん、だから言って、どうしてもやってほしいものあったら言って。どうしてもやってほしいものですか、うん、なんかあるかな、マツコさんがやれそうなやつって。ないっすね。俺なんかマツコさんがここで折れてモノマネやる姿もあんま見たくないし。ありがとう。いやでも、じゃあ最後のすごいです。これ、
あ、最後に菊池雄じゃない。誰？ギガネンドコ。ラジオネームギガネンドコ。誰だろう。マツコさん、これどういうことですか？アーチって？あ、二丁目にあるクラブなんだけど、はい、そこで私毎年、ミッツさんと、女装紅白歌合戦っていうのやってて、はい、私ずっと北島三郎さんやってたのよ。で、ミッツさんが和田アキ子さんで、必ず二人、白と赤で鳥でやってたのよ。まだかそれがね、多分お客さんだったんだろうね、この人ね。なるほど。いや、で、閉店しちゃったんすか？閉店、まあでもそれが原因じゃないわよ。いや、でもいや、すごいわ、この人。あと、菊池雄さん気になるね。二丁目の菊池雄っすか？昔さ、タモリさんのオールナイトニッポンでさ、はい、そのピンク映画の題名を募集するコーナーがあったのよ。はい。そこで、温泉芸者、菊池雄、豆千代、フェラチオってのがあったのよ。それを思い出したっていうね。二丁目の菊池雄は、そうなのよ。そこから来てんのかな？そこから来てんのかな？もし、その、イエスのはまた、ちょうだいメールで。マツコさんのやつ行きましょうか、これちょっとだから、どれが面白い？あとなんか私一個びっくりしたのあったんだよな。どうですか？マツコさんのやつ？マツコさんのやつだと結構、あれ、マツコさんがリアクションしてたのはね、あ！スタードラフト会議でのマツコさんの立ち位置最後までよくわからなかったねよね。そうなのよ、あれね。あれは、言ってってことはご自分でも、私何なんだろうっていうのはあったんですか？うん。そうですね。だって、マツコさんが開けたところで、その子は別に。いや、だからすごい、だから大事にしてくれてるんだなっていうのは分かったんだけど、もう私、最後、ひな壇に混ぜてもらった時とか楽しかった。あ、あっちサイドの方がやっぱ。あ、でもね、いろいろだから、話はいろいろね、うん、聞けたよ、いろんなね、はいはい、出版社の人とかと並んでたから、はいはい。いやらしい話は聞いたけど、もうそれぐらいしか楽しみないんだもん。あの席に座ってると、まあね、みんな真面目にスカウトしようと思って来てる方々でしょ、あれ、全然。真面目にスカウトしようとして来てる、あれ。だってあれ、あの後ちゃんとみんなスカウトされて。いや、あれ大変だったのよ。だから、ウォーターブローいっぱい入れちゃって、ドラフト会議っていう手帳があるらしいよ。みんな荻野藩に入ってるんだけどね。そうなんですか。そう。サービス精神おせで、取りすぎちゃって。揚げ付けて取っちゃうのよ、あの人。確かに。いいね。物まねの時にハリス直さんみたいにもういいテンスばっかくれるっていう。あ、これは引き出しじゃないです。今もういいよ。はい、申し訳ないです。で、あとは、マツコさん。あ、雪の日に小さな雪だるまを作る娘って性格良さそうだよね。あれでワッコさんが作ってるって。だから島崎和子から、はい、なんか大雪降った時に同じ現場だったのよ。はいはい、それでまあ帰り大変だったねっていうメールと一緒にベランダに小さな雪だるまを2個作って、はい、多分家にある観葉植物の葉っぱを使ってんだろうけど、それをこう手にして、刺してある雪だるまが2個、はい、写メで送られてきたのよ。可愛いじゃないですか。ワッコさん。したらいい私。そんな島崎和歌子に、なんて声をかけてあげたらいいの私は。まあ、可愛いね、もう絶対違いますもんね。でしょ？何が正解なんだろう、和歌子さん。いや、だからね、なんかね、やっぱりほら、昔のさ、はい、古き良き芸能界みたいなものもちゃんと分かってる人じゃない？はい、はい。もうなんか今、なんて言うんだろう。粛々と生きてる感じが好き、私、あの人の。粛々と粛々と生きてる。この様変わりしてしまった芸能界の中で、ちゃんと伝統を守りつつ、はあ、淡々と生きてるね、あの人は。僕もよくロケとか一緒させてもらいますけども、やっぱそうですね。うん。なんか、だからある意味、ピンポンで街ブラやってた頃がピークだったっていうのは、はい、ある意味本当かも。楽しかったですか？楽しかったね。へえ。じゃあ、飲みにも普段から行ったりするんですか？あんまり行かない。たまーにぐらい。あ、そうですか。なんかね、だから、多分ね、二人で話しても身も蓋もなくなるわよ。はあ、うん。だからもう、なんて言うんだろう。なんか、パーって飲ませてあげたいじゃん。わっこさんですか？うん。まあ、いろいろ溜まってることもあろうと。そう、だからなんか、はい、私とさ、なんか真面目な話して飲むのも、はい、何のうさばらしにもならなくない？まあ、嘘なんか晴れてないんだけど、あの人。そんなに根深いもんがあるんですか、わっこさん。なんか、根深いというか、はい、粛々と生きてんのよ。もうだから、なんだろう。何かに期待するとか、
なんかそういうところからもう解き放たれてる人よね。はあ、なんかある意味ちょっとこうなりたいなっていう、あの達観してる感じは、ちょっと尊敬に値するわ。はあ、うん。確かにロケ中も、ああ、それ言っちゃダメだなってこともさっと言って楽しんでらっしゃいますもん。事務所のいろんな関係とかの話とか、パパってこう。いや、すごいよ、あの人。ね。うん。だから多分そんな話ばっかりになるからさ、一緒に飲んでも。いや、だからさ、はい。どうなの？何がですか？田中みな実は。もう名前は出してしまうんですね。一応。どうなのよ、ほんと。あれ、どうなの？ガチなの？どれですか？田中みな実に対するその、誹謗中傷は。誹謗中傷も、バーカなんてこと言ってしまったっていうの。いやー、やっぱね、これ、マジなんですよね、これがね。私もね、マジなの。だから、あれを彼女がジェスチャーでやってる、その、はい、キャラとしてポーズでやってたとしても嫌い。はいはい。うん、でも、ポーズでやってる感は今ね、出してますもんね。ポーズでやってる感出してるけど、ポーズじゃないじゃん。いやー、もう、まあ、本物はそうです。本物ですもんね。あのまんまですもんね。なんかね。はい。だからちょっと私も、まあ、僕のよりもちっちゃい、そのね、なんか、挨拶したらなんかすごくこう、あ、次のステージ行った感を出されてしまったっていう事件があって、それで、それをもう、オープニングの10分、20分くらいかけてずっと延々と言って、最後もう、どう落としていいかわかんなくて、でっかい声でバーカって言って終わったっていう。あれは、だからさ、私ある意味ですごい女だなと思うの。はい。私、プロレスをやるつもりでいたのよ、最初は。はいはいはい。だから、その、しばらくこれで1年ぐらいは続くのかなと思ってたら、はい、開始早々2週間ぐらいで、はい、私番組で泣かれちゃったことがあるのよ。私がバーって言ったことに対して。はいはい、え？と思って、もう泣かれたらそれで終わりじゃない。はい、だから終わったの。はい、私の中でもう、え？そこは、その根性はなかったんだっていう。なるほどね。あそこまでやってんだったら、うん、そこもなんかもうちょっとじゃあ、お付き合いしましょうよっていうので、うん、ないわ、この女と思ったのよ。あ、それがきっかけなんですね。それがきっかけ。だから別に私、ああいう人がいてもいいと思ってるし、はいはいはい、別に、かまとどぶってるキャラが鼻につくみたいな、はい、その辺のなんかバカオイルみたいな意見で嫌いって言ってるわけじゃないの。はいはいはい。それをとっつもやりきるんじゃなくて。そうなのよ。投げるんだ、こんだけちゃんと仕上げてきてるかと思いきやっちゅう、うん。だからなんかね、はあ、それなんですね。二流って思ったの。なるほど。こっちいいな、これ。どうせだったらそこ一流にやれよって思って。今はもう全くそれを見せなくなっちゃいましたもんね、あの感じはもう。でも見せな、あれそれ見せなかったらさ、女子アナとしては不敵なわけじゃない、はい、まあそんなに何か。だったら存在価値としては何なの、今。私あんまりもう、見てないんだけど、最近。今はだから結構キャスター寄りですよね、キャスター寄り。キャスター？だからもうニュースをちょっとちゃんと。ああ、もういいや、もう吉川さんに怒ってもらおう。そんなあれでキャスターとか言ってたらもう吉川さんに怒ってもらおう。いや、まあ僕が見た限りそのサンジャポとかでの立ち居振る舞いはなんかこう、あ、なんかこう、しっとりとニュースちゃんと読みますよ感は出てるなと思いながら見るときありますけど。まあもういいや、はっきり言っちゃうともうそんな興味もないんだよね。そうなんですよ、僕も。うん、そうなのよ。私ももうちょっと噛んでも味がしないもんで、もうあれ。そしてですね、あとは、僕、マツコさんのやつ行こう、せっかくだから。マツコさん、一番ヒットしてるのはあれですよ。5時に夢中のフライパン汚い。いや、もうほんとね。はい。もう9年もやってる番組なんだけど。はい。いや、そこがあの番組の、だから面白さだと思うんだけど、はい、なんて言うんだろう。ちゃんとこなれることがみんなないんだよね。はあ、なんとなく、ルーティーンでさ、やれることはもう決まるわけじゃない、はいはいはい、だったらまあ、そこはちゃんとしようってなるじゃん、はい。そこがなぜかちゃんとできない番組なのよ。それを、あえてそういうとこ狙ってとかなんですか？狙ってないの。だからあれは奇跡的な番組なのよ。はあ、ちゃんとやってるつもりなのよ、みんな。いや、本当に、もう、はい、あの料理のコーナーひっどいよ。はい。こないだも、はい、スプーン、はい、試食するために用意されてるスプーンが、はい、なんか、水垢みたいなだらけなの。これで食えって言ってんのかと思って。でも、そこはもう、生放送で放送中指摘はするわけでしょ、こんなもん。うん、してるしてるしてる。あ、そっか、でもそこが見れるってのは、ないですもんね、そういう番組はもう。そんな番組今まであった？ないと思います。だから、
好きなんだよね。なるほど。楽しいっすか、やっぱ。楽しい。なんかそんな感じしますよね。で、さっき深川さんと、はい。いつみさんの話になったけど、はい。いや、これ全然だから、そのラジオだから、はい。なんか気使ってとかじゃなくて、はい。全然違うのよ、もう。そのタイプが。はい。いつみさん、いつみさんって面白かったけど、うん、私、最初芸人さんが MC やるって聞いたときに、はい。5時に夢中が芸人さんを MC にして、大丈夫かって思っちゃったのね。はい。そのやっぱり芸人さんが MC やると、はい、その、いわゆるキー局的バラエティの、はい。はい。要はだから決まった笑いというものになっちゃいがちじゃない。成立させるってことに結構重きを置いて。そうなのよ。はい。それがすごい不安だったんだけど、いやー取り越し苦労だったね。深川亮っていうのはね、芸人さんじゃないよ。いやだからあの人は面白いんだなって思った。確かに、深川さんの回答が時々拝見してございますけど、そうですね、なんかちょっと。そうなのよ。まあもちろんだから、もちろん芸人さんだから、いや素晴らしいサイバードちゃんとそういうこともできるけど、根っこの部分があの人は、芸人さんじゃなかった人なんだと思う。だから今、あれの MC になって、はい、なんか、それこそ、披露日とかでもコメンテーターとかやってるけど、はい、なんか、その方が、深川さんは深川さんでいられてる気がして、楽しそうよ。まあ、はい、もしかしたら本当やりづれと思って、やめてこんな番組と思ってらっしゃるのかもしれないけど。いや、どうだりじゃ、それはないんじゃないですか。結構顔になってますよね、もう。いや、もうすごい、私はだから、すごい危惧してたんだけど、うん、本当それが、払拭されたというか、あ、なんか深川さんが5時に夢中の MC になったことで、一つの完成形は見たかなっていう気はしてる今。そっか、だから僕は確かにおっしゃる通りで言ったらなんかこう企画意図組んで成立させるってことが、第一に、うん。いや、最初はすごい苦しそうだったよ、それで。そうです。だからやっぱりそれは芸人さんで長くやってる方だから、それをそうやってやったらいいのか、それともこのあの、ものすごいあの化け物揃いのコメンテーターに乗って、かき乱されたままやるべきなのかっていうのをすごく葛藤されてた。でもなんか今、何も多分そこはね、ノープランでやってる気がする。だから面白いのよ。だから、ノープランもいいよって言ってんのよ。だから僕本当に、今自分で、じゃあ自分があそこにいたら、どうなるかって言ったら、もう各それぞれのキャラクターに、こう、合わせたツッコミであったりとか、こう整理させながら記事噛み砕いて説明しようみたいな、ちゃんと立ち振る舞っちゃうだろうなと思いながら。だから、あえてでも、そういうのしないようにするって思っていくのもちょっと違うじゃないですか。なんかもう、全然。いや、だから、その、だから、何も考えないのは良くないけど、はい、考えすぎも良くないんだよ、きっと。すぎるんですよね。うん、いや、私もだけももうそういう、だから、ずっとテレビ出てると、そういう癖ついてきちゃうよね。いや、まあ、それが正解ってずっと思って。ちょっと、汗じみが有働さんみたいになってるわよ。脇びっしゃびしゃですね。ねえ。あれ大丈夫？え？今日相当高ぶってます、ね、今。違うかな、なんか。何それ、ちょっと間違えちゃった。急に、厳しい目、急にやめてよ、もう。それもだからそうじゃない。あ、今も、あれ？マツコさん、もう残りあと少しです。10分ぐらい。だからもう、今、ちょっと待ってください。残り少しでって言った瞬間に、頭をそっちに持ってかないでよ。いや、今、そこ、モニターに映ってるから見ちゃった、今。ね、で、質問来てますから、マツコさん。まだここに少しいてくださいよ。ラジオネーム、セッシー48だし、マツコさんに質問です。はいはい。マツコさんは最近のクレーマーをどう思いますかと。まあ、多いですよね、今ね。でももうさ、はい、そうなっちゃってんだから、しょうがないよね。はあ、最初は、そういう人たちのせいでいろんなもんがね、うん、こう制約がかかっちゃってみたいなさ、はい、よくありがちなことを思ってたんだけど、はい、もうそういう世の中になったっていうのを前提で、うん、そこをかいくぐっていかなきゃもうダメよね。もうこっちが変えていくしかないってことですか？変えるのはもう無理だと思うから、そうなんだっていう、うん、それを言われてもいい自分でいるしかもうないよね。ああ、なるほど。うん。もうでも番組なんかも言われて、ゴロッと変えさせられたりとか知ってるわけじゃないですか、今って。ドラマとかでも。この前のやつとか。でもあれ変えたの？変えてないよね、あれ多分ね。あ、変えてないですか？なんか、すっごいストーリーが急になんか、お化け出てきたりとか、なんか SF チックになりませんでした？え、何のドラマ？あの、明日、ママがいない。え、
そんななの今。なんかね、あの、お化け出てきたんです、急に。へぇー。え、じゃあ、もともとのストーリーなのかな、あれ。そんなに変えたい。でも、そこまでガラッと変えないのかな。でも、あれは続けてんのは偉いよね。いや、でも、あれやめちゃったらもう、終わりでしたもんね。うん。すべてが。いや、あれはだから、もう全部広告も撤退しちゃってさ。はい。やってるけども、だから大赤字だよね、もちろん。でも、それを多分続けてくれてるっていうのが、ありがたいね。そうですよね。うん、あれやったテレビ、ここは一回で終わらしたんだけどね。さあ、偉いもんで、ね、それ言った瞬間に、やっぱ、結局 TBS の人なんですね。次行きましょうってすぐ言いましたよ。あら、あらら。もうラジオとテレビ別会社だろよ、今。関係ねえだろよ、ほんと。把握してんだよ、そこら辺も全部。ラジオでもセハムス的、マツコさんが共演する際に、未だに緊張する人は誰ですか？います？いや、いるよ。私、はい。山ちゃんとも、はい。あくまでもエンターテイメントですから、こうやってるけど、はい、私は芸人さんと、はい。共演するときは、すごい緊張してるよ。なんでそれはやっぱり、芸人さんの、はい、今日はさ、だから山ちゃんとこういう体でやってるから、はい、引き出し禁止とかさ、はい、そういう風なノリでやっちゃってるけど、はい、引き出し禁止なんて言えない、普通。それは、はい、やっぱり芸人さんのずーっとこう、培ってきたさ、はい、ルールとかさ、はい、その、美意識とかさ、はい、様式美みたいなものがあるわけじゃない、はい、それを崩してまで、自己主張したいとは私思わないのよ。はぁ、いや、確かにすげえ気を使ってくれてるとか、すごい芸人さんをこう、愛してくれてるっていうか。私はそれは芸人さんに対してはリスペクトがあるから、だからできるのよ。はい。だ別にそんななんか、番宣できた女優に合わせようとかは思ってないわよ。あ、それはだから別に女優さん、はい、あの、もちろん好きな女優さんもいるけど、はい、別に女優という職業に対して、芸人っていう職業ほどリスペクトはないから、はい、それはだから緊張せずにいられるわけよ。どんなすごい女優さんとかが来ても。はいはい、でも芸人さんはね、やっぱだから、それこそ志村健さんとバカ殿で、はい、もう、ツーショットでコントやった時とか、はい、自分、でもびっくりしたんだけど、カットかかったと泣いちゃった。え？多分緊張しててだと思うんだけど。そっか、解放されて。うん、へぇー。その後、志村けんと、はいはい。二人だけでコントやってるっていうのが急に込み上げてきちゃって。へぇー。あと、さんまさんとだって、はい。ほんまでっかもう何年もやらせてもらってるけど、はい、ここ最近よ、緊張しなくなったの。もういつさんまさんに振られるかとか、はい。もうドキドキしてやってた。だから、あの、ずっと見てくださってる方はわかると思うけど、私最初口数少なかったと思うのよ。そう。多分ね、ギャラに見合ったことやってなかった、最初は。やっと最近怖くない、はい、こう、自分で何か言うことが怖くなくなってきた。たとえちょっとそれが失敗しちゃったなと思っても、心をくじくことなく次に行けるようになってきた。前はなんか一回しくじっちゃうと、もう黙っちゃってたもん。へえ、さんまさんの前でしくじっちゃったってことですか。あとな、さんまさんの、そういう、流儀みたいなものを私が崩してしまったっていう、のがね、すごい怖くて。だそれこそ、だから、あの、笑ってはいけないとかももう、7年ぐらい出させてもらってるけど、はい、あれだって最初やっぱり、ダウンタウンを笑わせなきゃいけないっていう。いや、そっか、もう、もう、最初とかほんと、何も残尿感がすごくて、何度おしっこ行ってももう、大変だった最初は。緊張しまくってる時のやつですね、もう。うわ、だってこの前なんかもね、何個も変化してコント。いや、だからあれ、収録が伸びちゃったから、1個カットになったんだけど、私本当は4つやる予定だったのよ。え？あ、そうだったんですか。だけども結局3つだったけど、もう、ほとんど素顔さらしたのよ、私。あ、はあ、もう、それぐらいのことをさ、もう7年もやってると、はい、大概のことやったってもう笑ってくれないから、はい、もう次じゃもうチンコ出すしかないのかなみたいな、もうすごい、もう本当に毎回怖い、もうあのシーズンになってくると、それこそもう何電波少年みたいなもんよね。またあのうわディレクター来たみたいな、あ、もうお決まりの人がいるんですか。もう必ず、もう今年はやりたくないって言って。いや、やってくださいから始まるのよ。はい、へぇー。結構、だから、
芸人さんに対してはそうよ。あで、やっぱり、その、笑ってはいけないでも、その、まあ、ほんまでかとかやつも、やっぱ自分が言った時にさんまさんとか、それダウンタウンとか笑った時ってやっぱもう、こう、快感みたいなのあるんですか？嬉しいなって。いやいや、もう、そんな余裕はないわよ。安堵みたいな感じですか？安堵というかもう、何にも感情がない、もう。へー。また次行かなきゃっていうのがあるから。へー。だから一回さんまさんが、はい、なんかすっごい、そこにいるメンバー、はい、先生方も含めて、全員が、すっごい、完全なスタイルを構築した日があったのよ。はい。その時にさんまさんが、これ、バルセロナみたいやなって言ってくれたの。サッカーの。はあ、はいはい。そのトスを出して、はい、アシストをして、はい、ゴールしてっていうのが、多分さんまさんの中で、その日はもう完璧に見えたんだろうね。はい、それを言ってくれた日は家帰って泣いた。あ、そうですか。ああ、やっとなんか、何年かかったんだろう、あれ3年、はい、4年やって、ああ、その言葉やっともらえたっていうのがあって。へえ。意外と、あれよ、ちゃんと仕事してんのよ。いやいや、僕は何一つ疑ってないですよ、そこは。好き勝手なことベラベラ喋ってギャラ泥棒みたいにどうせ思ってんだろ。思ってませんよ。意外と私、あれよ、今の聞いた昇進者よ。いや、まあ、でも好き勝手なこと言ってる時もあればそういう時もあるんですね。やっぱ芸人と一緒になる時はそうなっちゃうんですね。あと。芸人さんの時はそうだね。じゃあ、一緒にホンマでっかでやってるブラマヨさんとかどうすか、やっぱどうすかっていうのはあれですけど、すごいわよ。いやもうすごい、私だからさんまさんがいてくれて、はい、で横にいる女もさ、島崎和歌子と磯野貴理子でしょ、はいはい、それでブラマヨさんじゃない、はい、あれはスキル上がった気がする、あの番組をやってて。いやそのただただフリートークをするだけじゃない、はいはい、間合いだとか、はい、掛け合いだとかっていうものを勉強させてもらった。あ、すごい人たちだからさ。本当に。で、あの先生方もあれでしょ？はい。もうなんかもう戦場に行くみたいな感じで、本当に、もう今だから言えるけど、はい、ほんまでっかの収録の時、憂鬱だったもん、毎回。あ、そうですか？怖くて。はぁ。最近やっとちょっと楽しめるようになってきた。へぇー。やっぱすごいよ、もう磯野貴理子とかがなんかうわーってなってるともうなんかついてくのが、いや今あれよ、はい、名刺として磯野貴理子って言っただけで私、はい、いつもは貴理さんって呼んでるわよ。ああもちろん、はい、わかります。やっぱりもうちょっとついてくのが大変だったよね最初。あとブラマヨさんがポンって入れちゃうから、はい、もうその後に私は何も言えなくなるわけよ。今は、そのブラマヨさんが言ったことに対して、なんだこの野郎って言えるようになったけど、はいはいはい、それをこう崩しちゃいけない。で、さんまさんがどう出るか、もう見なきゃいけないっていうのがあるから、はい、そこに入っていけなかったのよね、最初。はぁ。もうやっと最近、その、小杉さんとか吉田さんが言ったことに対して腐したりすることが、ようやくできるようになってきたぐらい。へぇー。僕も、2、3度、ほんまでっかお邪魔させてもらったんですけど、うん、まあ、全然もう、動けないですね、やっぱあそこは。もう、ガッチリ決まってて。ちょっともう、すごいね。すごいっすね。なんかその、なんだろう、もうずっとやってるから、はい、っていうのもあるけど、はい、その、さんまさんとブラマヨさんと、キリさんか若ちゃんと、はい、私っていうのの、こう、役目みたいなのが、だんだん分かってくるじゃない、はい、あ、芸人さんじゃないけど、はい、ちょっとその芸人さんの世界に足を踏み入れることができたような喜びはあれで感じる。確かあそこでちゃんと受けて帰り亀高さんに褒められた時は嬉しかったもんな、僕も。でも一回だけなんだよな、それが。すごいっすもんね、あんな、僕、あんだけ。亀ちゃん褒めてるよ、結構。本当ですか。亀高さんも言ってくれたらいいのに、そしたら。今日山里面白かったとか楽屋で言ってるよ。あら、すいません。でも半分は怒ってるよ。そうなんだ、やっぱ怒ってんだ、ね、よ結局。半分なんだからいいじゃないの。そうですね、半分褒められ、すいません。そうよ。いや、すいません。いえいえいえ。え、これはどれしようかな。あ、ラジオネームかもち、マツコ師匠、山ちゃんこんばんは。レギュラーのラジオ番組のオファーがあったらやってくれますか、マツコさんと。
どうなんですか、マツコさんラジオないんだよね。めっちゃくちゃ合うんですけどね。でもやりたいとかないんですか。前にだからそれこそ TBS からはお前にやる枠はないって言われて、スポンサーつけてきてくれるんだったらまだ考えてやってもいいけど、だいぶ上から言ったなみたいな感じで言われたから、ああもう赤坂とは本当に縁がないのねっていうね。そうなの？頭抱えてますよプロデューサーが。いやいや、まあちょっと大げさに言ってるけど、まあでもそれも分かったのよ、やっぱり、うん、TBS の深夜っていうのは今さ、はい、もう日本放送がああなっちゃった今、もう芸人さんがさ、はい、パーソナリティを務める、はい、その昔ながらのスタイルっていうのをさ、はい、死守してるわけじゃない。ごめんね、つばとの。ああ、絶対ですね、そんな。だから、そこに、どこの馬の骨だかわかんないね、お釜をね、入れるわけにはいかないっていうそのポリシーもすごくよくわかったのよ、はい。ここは芸人さんがやる場所なんだっていう。ジャンクっていうの昔からね。うん、だから、もう別に何、そう、ほんとごもっともだわと思って、その時は、すっきり諦められた。へぇ、うん、その時、まあ、そっか、加藤さんのラジオとかには来てたんですもんね、その時。加藤さんのが、だから2006年最初。2008年に最初来たの加藤さん。2008年、はい、2008年、うん、そんな前もう思い起こせば6年も前になりますよ。じゃあ6年も経ってるとやっぱり TBS ラジオさんもちょっと見方は変えてくれてるかしらね、私。いや、それはもう今、ちょっとなんかね、ワクワクしてんのも腹が立つけど、なんか今。マツコさんにこれどれかこの、もう一枚ぐらいせっかくですからと。ラジオネーム、平成の坂本龍馬。早速質問ですが、僕は気が弱くて本性を出せないまま19年間生きてきました。僕はお二人の自分を見失わずに生きている姿が素晴らしく思います。どうしたら自分を出せるようになりますかっていう、結構真剣な悩み来ちゃいました。最後にもう残りも数分なんですよ。いや、見失ってるよね。見失ってない。僕超見失ってます。私も別になんかポリシーなんて何もないわ。流されてここに来ただけだから。だから見失ってることは全然いいよ。変になんか私はこうです、自分俺はこうですなんて思ってるやつほどろくなやついないよ。自分はなんだと思ってるのが普通だって人間。わあ、平成坂本龍馬、そういうことよ。え、なんかこんなまた瀬戸内役所みたいになっていいの？もうなんかごめん、普通に答えちゃったけど私今。キュン、俺もこれもいい質問だなと思っていい答えもらったし、これでいいかなって、たまにはこんないい終わり方も。ごめんね。全然いいですよ。マツコさん。はいはい。なんか今日、あれでしたね、なんか。もう終わります、今日。あ、そう。だから、終わる空気出た瞬間にそっちの方見ないでもらって。いや、ちょっと今からだったら、マオちゃんにはまあ間に合うなと思って。間に合いますから。でもマツコさんね、うん、これがご縁でちょっと僕もうちょっと仲良くならしまって、またちょっと。ぜひまたちょっと何こういうところでお会いしたりとか、もしくはちょっと一回飲みに行くってのもありかなんですけど。全然別にいいですか。うん、じゃあマツコさん、じゃあ、でもちょっとそれ私に何のメリットがあるの。それ言われたらいいじゃん、終わりって。もうじゃあマツコさん、メリットはちょっと二人で探していきましょうね。今日終わり、もう終わり。あっそう、よくできました、よくできましたって言われます。うるせえ、これやっぱそうですね。うん。なんか、だから、ある意味、ピンポンで街ブラやってた頃がピークだったっていうのは、はい、ある意味本当かも。楽しかったですか？楽しかったね。へえ。え、じゃあ、飲みにも普段から行ったりするんですか？あんまり行かない。たまーにぐらい。あ、そうですか？なんかね、だから、多分ね、二人で話しても身も蓋もなくなるわよ。はあ。うん。だからもう、なんて言うんだろう。なんか、パーって飲ませてあげたいじゃん。ワッコさんですか、うん、まあ、いろいろ溜まってることもあろうと。そう、だからなんか、はい、私とさ、なんか真面目な話して飲むのも、はい、何のうさばらしにもならなくない？まあ、うさなんか晴れてないんだけど、あの人。そんなに根深いもんがあるんですか、ワッコさん。なんか。根深いというか、はい、粛々と生きてんのよ。もうだから、なんだろう。何かに期待するとか、はい、なんか、そういうところからもう解き放たれてる人よね。なんかある意味ちょっとこうなりたいなっていう、あの達観してる感じはちょっと尊敬に値するわ。はい、うん、確かにロケ中もああそれ言っちゃダメだなってこともさっと言って楽しんでらっしゃいますもん。事務所のいろんな関係とかの話とかパパってこう。いや、すごいよあの人ね。うん、だから多分そんな話ばっかりになるからさ、一緒に飲んでも。いや、だからさ、はい、どうなの、何がですか。
田中みな実は。もう名前は出してしまうんですね。一応。どうなのよ、ほんと。あれ、どうなの？ガチなの？どれですか？田中みな実に対するその、誹謗中傷は。誹謗中傷もやっぱ、バーカなんてこと言ってしまったっていうの。いやー、やっぱね、これ、マジなんですよね、これがね。私もね、マジなの。だから、あれを彼女がジェスチャーでやってる、その、はい、キャラとして、ポーズでやってたとしても嫌い。はいはい。うん、でも、ポーズでやってる感は今ね、出してますもんね。ポーズでやってる感出してるけど、ポーズじゃないじゃん。いやー、もう、まあ、本物はそうです。本物ですもんね。あのまんまですもんね。なんかね。はい。だからちょっと私も、まあ、僕のもちっちゃいそのね、なんか、挨拶したらなんかすごくこう、あ、次のステージ行った感を出されてしまったっていう事件があって、それで、それをもう、オープニングの10分、20分くらいかけてずっと延々と言って、最後もう、どう落としていいかわかんなくて、でっかい声でバーカって言って終わったっていう。あれ、だからさ、私ある意味ですごい女だなと思うの。はい。私、プロレスをやるつもりでいたのよ、最初は。はいはいはい。だから、その、しばらくこれで1年ぐらいは続くのかなと思ってたら、はい、開始早々2週間ぐらいで、はい、私番組で泣かれちゃったことがあるのよ。私がバーって言ったことに対して。はいはい、え？と思って、もう泣かれたらそれで終わりじゃない。はい、だから終わったの。はい、私の中でもう、え？そこは、その根性、はい、芸人さんじゃないけど、はい、ちょっとその芸人さんの世界に足を踏み入れることができたような喜びはあれで感じる。確かあそこでちゃんと受けて帰り亀高さんに褒められた時は嬉しかったもんな、僕も。でも一回だけなんだよな、それが。すごいっすもんね、あんな、僕、あんだけ。亀ちゃん褒めてるよ、結構。本当ですか。亀高さんも言ってくれたらいいのに、そしたら。今日山里面白かったとか楽屋で言ってるよ。あら、すいません。でも半分は怒ってるよ。そうなんだよ、怒ってるんだよ、結局。半分なんだからいいじゃないの。そうですね、半分褒められ、すいません。そうよ。いや、すいません。いえいえいえ。え、これは、どれしようかな。あ、ラジオネーム、かもち。マツコ師匠。山ちゃん、こんばんは。レギュラーのラジオ番組のオファーがあったら、やってくれますか、マツコさんと。どうなんですか、マツコさん、ラジオ。ないんだよね。めっちゃくちゃ合うんですけどね。でも、やりたいとかないんですか？前にだからそれこそ TBS からは、お前にやる枠はないって言われて、スポンサーつけてきてくれるんだったらまだ考えてやってもいいけど、だいぶ上から言ったなみたいな感じで言われたから、ああ、もう赤坂とは本当に縁がないのねっていうね。そうなの？頭抱えてますよ、プロデューサーが。いやいや、まあちょっと大げさに言ってるけど、まあでも、それも分かったのよ。やっぱり、うん、TBS の深夜っていうのは今さ、はい、もう、日本放送がああなっちゃった今、もう、芸人さんがさ、はい、パーソナリティを務める、はい、その、昔ながらのスタイルっていうのをさ、死、は、守、い、してるわけじゃない？ごめんね、つばとなった。あ、絶対いいですね、そんな。だから、そこに、どこの馬の骨だか分かんないね。お釜をね、入れるわけにはいかないっていうそのポリシーもすごくよく分かったのよ。はい。ここは芸人さんがやる場所なんだっていう。ジャンクっていうのは昔からね。うん。だから、もう別に何、あ、そう、ほんとごもっともだわと思って、その時はすっきり諦められた。へぇ、うん、その時、まあ、そっか、加藤さんのラジオとかには来てたんですもんね、その時。加藤さんのが、だから2006年最初。2008年に最初来たの？加藤さん。2008年。はい。2008年。う？ん？そんな前もう思い起こせば6年も前になりますよ。じゃあ6年も経ってるとやっぱり TBS ラジオさんもちょっと見方は変えてくれてるかしらね、私。いや、それはもう今、ちょっとなんかね、ワクワクしてんのも腹が立つけどなんか今。マツコさんにこれどれかこの、もう一枚ぐらいせっかくですからと。ラジオネーム平成の坂本龍馬。早速質問ですが、僕は気が弱くて本性を出せないまま19年間生きてきました。僕はお二人の自分を見失わずに生きている姿が素晴らしく思います。どうしたら自分を出せるようになりますかっていう、結構真剣な悩み来ちゃいました。最後にもう残りも数分なんですよ。全部もうその面白いこのコメント、この時にこれ言ってくれるっていうのがいいから来てくれって。いやいや、そうじゃないって。だから週刊ポスト読んで、今週の私コストパフォーマンスが高いから使われてるだけだから収録時間守るって。そうそう、守るって。台本通りにやるから、私。それだったら、そのポストのやつにね、アウトデラックス来させてみたいですよね。どんだけ長いことやってるかね、あれ。まあ、あと、
台本を守ってないっていう意味では、はい、今日が一番ひどいわよね。確かに、ずっともう、台本最初の一番以上ずっとね、そうなのよ。あとこれちょっとメール読んであげようよ。怒っちゃうよ、リスナーの人。了解でございます。あ、いきます。ラジオネーム、イシン。はい、はい。マツコさん。マツコさんは、山里のように、お酒で失敗したことはありますか？お酒？一生に一度だけある。あ、でもどんな時ですか？それはね、まあだから、酔っ払ってたのプラス、はい、もうなんかいろいろ溜まってたもんが爆発しちゃったんだろうけど、はい、勤めてた会社で、はい、飲んで酔っ払った後に、はい、その場にいた人全員一人ずつ、はい、悪口を言った。お前はなって言って、全員の嫌なところを、もう次の日本当に、平謝りした。でも、もうリアルなとこついてたでしょ、お前はここがダメでこれがダメだ。そうよ。もう本当に。だから、仲良かった人からは、はい、悪いけどちょっと、今回ばかりは、シャレにならないって言われた。だって、言ってること全部本当なんだもんって。的確なやつですね、ちゃんと言って。的確っていうか、的確じゃないにしても、うん、なんか言っちゃいけないことってあるじゃん。はいはい、それは身も蓋もないよっていう。はいはい、それは、その人に限らず、はい、みんなそうじゃんっていうさ、はい、あ、なるほど、はい、人間だものっていうところあるじゃない、はい、そこをついちゃったんだよね。はそれは私もう、それだけ、お酒で失敗した。でもそれだけですか。僕もそれはやっちゃいますけどね。僕も酔っ払って失敗して、僕クラブに行って酔っ払っちゃって、でそこら辺にいるクリエイターやっちゃう。何が失敗かって、まずあなたがクラブに行ってることが失敗なのよ。僕入り口間違えましたよ。だってクラブって。これも、初めてぐらいに行ったんですよ。キャリーパミパミの生誕イベントになんか来ないかって言われて、知り合いに。言って、なんかエピソードになりそうだし、行こうかなっていう。まあ、この入り口もダメなんですかね。エピソードになりそうだしって時点でもう、あれですけど。いやいや、いいよいいよ、続けよう、はい、それで、はい。うん。それで、酔っ払って、そこにいるクラブとかをよく遊び慣れてる人たちに向かって、もうずっとお前らよりか俺の方が絶対幸せだと、お前らみたいなペラペラな人生のやつは、みたいなことを、コンコンと言い続けてたらしいんですよ。だからさ、だから、なんて言うんだろう。そこはさ、はい、どっちが幸せだと思う？気づいてしまった人間と、はい、気づかないふりをして生きてる人間、どっちが幸せ？私はだからそこ、僕のことです。ラジオネーム、モーダザグライダー。なんかここのラジオ用語で。山ちゃん、ほら、いつも恒例のあれをマツコさんに聞かないと。どれよ。今日の下着の色は何色の何？キョトンとしないでください、マツコさん。続いては、ゲストのデラックスさんの番ですよ。覚悟はいいですか？途中でスタジオごと飲み込んだりしちゃダメですからね。それじゃ、行ってみよう。ラジオネームウィンタース。マツコさんって、佐川男子、好きそうだよね。ラジオネームこれ見よがし、範囲が広いって言ってました。ほぼいけるわよ。マツコさんってプライベートでもとっつきにくそうだよね。あ、でも全然多分とっつきづらいと思う。ラジオネームセハムステキ、めっちゃ気使うじゃない。嫌な人は。マツコさんってボケる素人さんに対してびっくりするくらい冷たい対応するよね。ラジオネームバヤシ、立派なイエスですね。いや、素晴らしい。山ちゃんとマツコさんの共通点は TBS のとある女子アナのことが嫌いなところだよね。ラジオネームアルピラの夜行性。大ファンのサッカーの長友選手と共演したとき、何か運命感じるだろ？そうだろう？って聞いてたけど、長友選手怯えてたよね。それが怯えんだよ。ラジオネーム竹やぶこんがり。熱がすごいすごい。本当だって。本当なんだよ。マツコさんってどこの土地のゆるキャラなの？あ、上手。なんか今急にアントシアニン、こういう上手。こういうの。伊藤園の俳句みたいな。マツコさんって褒められると照れ隠しで大きな声出すよね。ラジオネーム林直。そんなでもなるかね。マツコさんってアウトデラックスメンバーと絡むとき
なんかお母さんみたいな目線だよね。それはもうしょうがないっすね。まあ、本当に好きなんだよ、あいつらは。そうだ、わかります。マツコさん、テレフォンショッキングで、タモリさんと東京の街開発の話で盛り上がってたけど、お客さん、ポカンとしてたね。いいの、いいの。関係ない。あれ、タモリさんと話してたから、いいの、いいの。タモリさんも好きそうね。マツコさんって、ほんまでっか TV で、沢口先生が押したとき、ムッとした顔になるの一番早いよね。ないです。ちょっと大好きよなんだろうな、根本的に。加藤さんにも迷惑かけちゃった。加藤さんからはその時にマツコさんがつけられたあだ名がどうしたね。いやだからあの時有吉さんもいて、はい、じゃあ私にあだ名つけようみたいになったんだけど、加藤さんの土砂があまりにも素晴らしくて、はあはあ、もう有吉さんにつけてもらえなかったんだから私。ああもう有吉さんがあだ名つけてる時期ですね。もうそ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 う。はあ、いやだからあの番組よく考えたらすごいメンツだったんだよな。勝さんと松子さんと有吉さん。いやあともうみんなすごいもういっぱい出てたよ。大木はぎさんとかも出てたし、もうだからなんだろう、生かし方が下手なのかな。TBS って何なんだろうねこれ。一番瞑想してらっしゃった時期とか。瞑想してた？今も瞑想してない？いや確かに抜け出た感じはまだ出てないんですかね。TBSさんにね。あら、ああやだ、フリートークいいね。いやちょっとだからそういうふうに思ってた。 TBS のこと私は全部冗談だからねこれ。そんなトラップがあるんですか、マソさん。トラそんなトラップがあるんですから、どっかの引き出しに入ってるでしょ、それ。これは山里のですね、品質単語とかですね。うわー、やだ、この人やだ。あと、ここは、ここでですね、もしよく使うのがですね、ちょっと地雷をスキップして踏んじゃったみたいな、こういうこともよく言います、私。だから、なんて言うんだろう、ちょっとだから、単語が多すぎるよね。ちょっとダメだし。なんだろう、それ。だから、はい、そろそろいいんじゃない、もう。いや、何がですか？もう私、いいと思うよ、山ちゃんって。え？もういいって何が、何が？そういうことを、こうなんか前の日に考えてこなくてもいいと思う私。もうバンってフリートークでバンって言っちゃってももう大丈夫だと思うよ私。いやでもそれでマツコさんだってほらいつもねアウトデラックスでご一緒させてもらってる時も、うん、もうそういうニコッとした目で見てくれるじゃないですか。私だからあれだってさ、はい、もっとなんかさそのなんて言うんだろうそういうなんかね、はい、大喜利やってんじゃないんだからもっとなんか山ちゃん、素の山ちゃんで来てよって思うのよ。その笑顔なんですね。その笑顔よ。でも私好きなのよ、あの大喜利山ちゃんも。はい。大好きなんだけど、はい、ああ、大喜利かっていうね。山ちゃんいつ来てくれるんだら私を信じてっていうね。ああ。のはあるよ、やっぱり。でもほら、やっぱり矢部さんもいらっしゃるから、はい、その芸人さんのね、はい、そのルールみたいなのもあるじゃない、はいはい、だそれは私やっぱりの怪我したくないからありがとうございます。まあこれはこれでいいんだ。これも面白いね山ちゃんの一つではあるわけだから、はい、いやこれねだから誤解しないよ、はい、これ全然ダメ出しじゃないのよ。いやなんか僕もちょっとすごいね、はい、見たいよねそろそろ。だって、だからか、マツコさん、本当に僕、お酒飲んでデロデロになってる時に、僕、薄れく、記憶の中ですごくマツコさんが優しく、楽しく、おしゃべりできたと思ってます。私だって、あの時の山ちゃん見て、はい、なんだろう、何かに期待するとか、はい、なんか、そういうところからもう解き放たれてる人よね。はなんか、ある意味、ちょっと、こうなりたいなっていう、達観してる感じは、はちょっと尊敬に値するわ。はぁ。うん、ロケ中も、ああ、それ言っちゃダメだなってこともさっと言って楽しんでらっしゃいますもん。事務所のいろんな関係とかの話とか、パパってこう。いや、すごいよ、あの人。ね。うん。だから多分そんな話ばっかりになるからさ、一緒に飲んでも。いや、だからさ、はい。どうなの？何がですか？田中みな実は。ああ、もう名前は出してしまうんですね。一応。どうなのよ、ほんと。あれ、どうなの？ガチなの？どれですか？田中みな実に対するその、誹謗中傷は。誹謗中傷もやっぱ、バーカなんてこと言ってしまったっていうの。いやー、やっぱね、これマジなんですよね、これがね。私もね、マジなの。だから、あれを彼女がジェスチャーでやってる、その、はい、キャラとして、ポーズでやってたとしても嫌い。はいはい。うん。でも、ポーズでやってる感は今ね、出してますもんね。ポーズでやってる感出してるけど、ポーズじゃないじゃん。いやー、もう、まあ、本物はそうです。本物ですもんね。あのまんまですもんね。なんかね。はい。
だからちょっとあの私もあのまあ僕のもちっちゃいそのねあのなんか挨拶したらなんかすごくこうあ次のステージ行った感を出されてしまったっていう事件があって、それでそれをもうあのオープニングの10分20分ぐらいかけてずっと延々と言って、最後もうどう落としていいか分かんなくてでっかい声でバーカって言って終わったっていう。あれだからさ、私ある意味ですごい女だなと思うの。はい。私プロレスをやるつもりでいたのよ最初は。はいはいはい。だからそのしばらくこれで1年ぐらいは続くのかなと思ってたら、はい、開始早々2週間ぐらいで、はい、私番組で泣かれちゃったことがあるのよ。私がバーって言ったことに対して、はいはい、えと思って、もう泣かれたらそれで終わりじゃない。はい、だから終わったの。はい、私の中でもうえそこはその根性はなかったんだっていう。なるほどね。あそこまでやってんだったら、うん、そこもなんかもうちょっとじゃあお付き合いしましょうよっていうので、うん、ないわこの女と思ったのよ。あ、それがきっかけなんですね。それがきっかけ。だから別に私ああいう人がいてもいいと思ってるし、はいはいはい、別にあのかまとどぶってるキャラが鼻につくみたいな、はいはい、その辺のなんかバカオエルみたいな意見で嫌いって言ってるわけじゃないの。はいはいはい。それをとっつもやりきるんじゃなくて、そうなのよ。投げるんだこんだけちゃんと仕上げてきてるかと思いきやっちゅう、うん。だからなんかね。はあ、それなんですね。二流って思ったの。なるほど。心地いいな、これ。どうせだったらそこ一流にやれよって思って。今はもう全くそれを見せなくなっちゃいましたもんね、あの感じはもう。でも、たらと、こう、ぼんやりとぼかしてたらダメだったやつですよね。まあ、あんまりぼかしてなかったんだけどね。なるほど。だからもうなんか、やっぱその話やめない？そうですね。いろいろね。怒ってる人とかいるみたいだからまだ。やっぱここにいるんですか？ここにもいるし、外にもいるみたいなのに怒ってる人が。やーね、みんなもう、気持ち玉ちっちゃい。もう、ほんと、もう、ね、いや、だってそもそも、私これだってね、はい。芸人さん以外とは仕事ができないって言われたのよ、昔。え？ TBS で深夜のラジオやりたいなって言ったら、はい。はい、いやもう芸人さん以外とは仕事したくないんですって私言われたのよ。そのスタッフ側がですか？そうそうそう、あのあいつが宮崎が追い出した池田っていうのがね。ああいますね、池田プロデューサー。そうそう、あれが言ったのよ私に。芸人がやらないと。そう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 。でっかい魚逃しましたな TBS も。え？今日全部その辺私いちいち全部言ってっからね私。あの僕がなんかこう、あ今テンプレート出したなって時は、もうそういう時はもう許さないよ。これもうやろう、フリーでやろう。もうそういうのいらない。いろいろありますよ今日。だって私さっきの浅草と赤坂の間違いだってさ、はい、これもしかしたら準備してたのかなって見ちゃったよ。私だからそういう風に見たくないもん、あんたのことを。ええー。やめよ、今日はもうフリーで行こう。同じあの、稲毛区出身の人間としてね。そうなんですよね。そうよ、同じ。もう隣の学区だから、私、この人。おそらく中学の。どんな気持ち悪い地区よね、本当に。マツコさんと僕が生まれた。あんたと私が生まれたのよ。そうですね、気持ち悪いわ、もう本当に。赤坂の次に気持ち悪い街。赤坂もいい街なんですか、ね、赤坂いい街？いい街です、私一応。そう、私はね、ここ一年いい街じゃないんだよね。なんだろうね、これね。いや、私 TBS 好きなのよ、はい。だって最初にキー局で私をレギュラーにしてくれたのは TBS だし。何の時ですか？いや、もう、情報番組入れるんだったら昼の、はいはいはい、ピンポンって番組やってたのよ。今の広尾の前に、はい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 。それで私をコメンテーターにしてくれたのが最初だし、はい、ゴールデンのレギュラーも、はいはい、加藤さん、極楽の、はい、とやってた、はい、悪魔の契約にサインっていうさ、それも、ああ、それもよく考えてみたら、あれ、半年やって、シャープ9で終わったのよ。言ってましたね。何にも、試そうともしてなかったからね、TBS。私のことだから嫌いなんだろうな、根本的に。そう、ね。加藤さんにも迷惑かけちゃった。加藤さんからは、その時に、マツコさんがつけられたあだ名が。どうしたね。いや、だからあの時、有吉さんもいて、はい。じゃあ私にあだ名つけようみたいになったんだけど、加藤さんの土砂があまりにも素晴らしくて、はあはあ、もう有吉さんにつけてもらえなかったんだから私。ああ、もう有吉さんがあだ名つけてる時期ですね、もう。そう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 。そう、はあ、いや、だから、あの番組よく考えたらし。ええー、と言って最後もうどう落としていいかわかんなくて、でっかい声でバーカって言って終わったっていう。あれだからさ、私ある意味ですごい女だなと思うの。はい。私、プロレスをやるつもりでいたのよ、最初は。はいはいはい。だから、その、
しばらくこれで1年ぐらいは続くのかなと思ってたら、はい、開始早々2週間ぐらいで、はい、私番組で泣かれちゃったことがあるのよ。私がバーって言ったことに対して、はいはい、え？と思って、もう泣かれたらそれで終わりじゃない、はい、だ終わったの。私の中でもう、え、そこは、その根性はなかったんだっていう。なるほどね。あそこまでやってんだったら、うん、そこもなんかもうちょっとじゃあ、お付き合いしましょうよっていうので、うん、ないわ、この女と思ったのよ。あ、それがきっかけなんですね。それがきっかけ。だから別に私、ああいう人がいてもいいと思ってるし、はいはいはい、別に、あの、かまとどぶってるキャラが鼻につくみたいな。はい。はい、その辺のなんかバカオエルみたいな意見で嫌いって言ってるわけじゃないの。はいはいはい。それをとっつもやりきるんじゃなくて。そうなのよ。投げるんだ、こんだけちゃんと仕上げてきてるかと思いきやっていう、うん。だからなんかね。はあ、それなんですね。二流って思ったの。なるほど。こっちいいな、これ。どうせだったらそこ一流にやれよって思って。今はもう全くそれを見せなくなっちゃいましたもんね、あの感じはもう。でも見せな、あれそれ見せなかったらさ、女子アナとしては不敵なわけじゃない、はい、まあそんなに何か。だったら存在価値としては何なの今。私あんまりもう、見てないんだけど、最近。今はだから結構キャスター寄りですよね、キャスター寄り。キャスター？だからもうニュースをちょっとしゃべって。ああ、もういいや、もう吉川さんに怒ってもらおう。そんなあれでキャスターとか言ってたらもう吉川さんに怒ってもらおう。いや、まあ、僕が見た限りそのサンジャポとかでの立ち居振る舞いはなんかこう、あ、なんかこう、しっとりとニュースちゃんと読みますよ感は出てるなと思いながら見るときありますけど。まあもういいや、はっきり言っちゃうともうそんな興味もないんだよね。そうなんですよ、僕も。うん、そうなのよ。私ももうちょっと噛んでも味がしないもんで、もうあれ。そしてですね、あとは、僕、マツコさんのやつ行こう、せっかくだから。マツコさん、あの、一番ヒットしてるのはあれですよ。あの、5時に夢中のフライパン汚い。いや、もうほんとね。はい。もう9年もやってる番組なんだけど。はい。いや、そこがあの番組の、だから面白さだと思うんだけど、はい、なんて言うんだろう。ちゃんとこなれることがみんなないんだよね。はあ、なんとなく、ルーティーンでさ、やれることはもう決まるわけじゃない、はい、だったらまあ、そこはちゃんとしようってなるじゃん、はい。そこがなぜかちゃんとできない番組なのよ。それを、あえてそういうとこ狙ってとかなんですか？狙ってないの。だからあれは奇跡的な番組なのよ。はあ、ちゃんとやってるつかまま、うん、やるべきなのかっていうのをすごく葛藤されてた、うん、へー。でもなんか今何も多分そこはねノープランでやってる気がする。へー。だから面白いのよ。だからノープランもいいよって言ってんのよ。だから僕本当に今自分でじゃあ自分があそこにいたらどうなるかって、うん、もう各それぞれのキャラクターにこう合わせたツッコミであったりとかこう整理させながら記事噛み砕いて説明しようみたいなちゃんと立ち振る舞っちゃうだろうなと思いながら。だから、あえてでも、そういうのしないようにするって思っていくのもちょっと違うじゃないですか。なんかもう、全然。いや、だから、その、だから、何、何も考えないのは良くないけど、はい、考えすぎも良くないんだよ、きっと。すぎるんですよね。うん、いや、私もだけども、もうそういう、だから、ずっとテレビ出てると、そういう癖ついてきちゃうよね。いや、まあ、それが正解ってずっと思って。ちょっと汗じみが有働さんみたいになってるわよ。脇びっしゃびしゃですね。ねえ、あれ大丈夫？俺は今日相当高ぶってます今。ええ、ロックマスも違うかな。なんか何それ。ちょっと間違えちゃった急に厳しい目急にやめてよもう。あ、それもだからそうじゃない。あ、今もあれマツコさん、もう残りあと少しです。10分ぐらい。だからもう、今、ちょっと待ってください。残り少しでっていう時に、頭をそっちに持ってかないでよ。いや、今、そこ、モニターに映ってるから見ちゃった、今。ね、で、質問来てますから、マツコさん。まだここに少しいてくださいよ。ラジオネーム、セッシー48だし、マツコさんに質問です。はいはい。マツコさんは最近のクレーマーをどう思いますかと。まあ、多いですよね、今ね。でももうさ、はい、そうなっちゃってんだから、しょうがないよね。はあ、最初は、そういう人たちのせいでいろんなもんがね、うん、こう制約がかかっちゃってみたいなさ、はい、よくありがちなことを思ってたんだけど、はい、もうそういう世の中になったっていうのを前提で、うん、そこをかいくぐっていかなきゃもうダメよね。もうこっちが変えていくしかないってことですか？変えるのはもう無理だと思うから、
そうなんだっていう、うん、それを言われてもいい自分でいるしかもうないよね。ああ、なるほど。うん。もう、でも番組なんかも言われて、ゴロッと変えさせられたりとか知ってるわけじゃないですか、今って。ドラマとかでも。この前のやつとか。でもあれ変えたの？変えてないよね、あれ多分ね。あ、変えてないですか？なんか、すっげえストーリーが急になんか、お化け出てきたりとか、なんか SF チックになりませんでした。え、何のドラマ？あの、明日、ママがいない。え、そんななの今。なんかね、あの、お化け出てきたんです、急に。へぇー。え、じゃあ、元々のストーリーなのかな、あれ。そんなに変えたい。でも、そこまでガラッと変えないのかな。でも、あれは続けてんのは偉いよね。いや、でも、あれやめちゃったらもう、終わりでしたもんね。うん。すべてが。いや、あるものを、勉強させてもらった。あ、すごい人たちだからさ。本当に。で、あの先生方もあれでしょ？はい。もう、戦場に行くみたいな感じで、本当に、もう今だから言えるけど、はい、ほんまでっかの収録の時、憂鬱だったもん、毎回。あ、そうですか。怖くて。はぁ。最近やっとちょっと楽しめるようになってきた。へぇー。やっぱすごいよ、もう。磯野キリコとかが、なんか、うわーってなってると、もうなんかついてくのが、いや、今、あの、あれよ、はい。名刺として磯野キリコって言っただけで、私、はい、いつもはキリさんって呼んでるわよ。ああ、もちろん、はい、わかります。やっぱりもう、ちょっとついてくのが大変だったよね、最初。あと、ブラマヨさんが、ポンって入れちゃうから、はい、もう、その後に私は何も言えなくなるわけよ。はあ、今は、そのブラマヨさんが言ったことに対して、なんだこの野郎って言えるようになったけど、はいはいはい、それをこう崩しちゃいけない。で、さんまさんがどう出るか、もう見なきゃいけないっていうのがあるから、はい、そこに入っていけなかったのよね、最初。はぁ、あ。もうやっと最近、その、小杉さんとか吉田さんが言ったことに対して草したりすることが、ようやくできるようになってきたぐらい。へぇ。僕も、二、三度、あの、ほんまでっかお邪魔させてもらったんですけど、うん、まあ、全然もう、動けないですね、やっぱあそこは。もう、ガッチリ決まってて。ちょっともう、すごいね。すごいですね。なんかその、なんだろう、もうずっとやってるから、はい、っていうのもあるけど、はい、その、さんまさんとブラマヨさんと、キリさんか若ちゃんと、はい、私っていうのの、こう、役目みたいなのが、だんだん分かってくるじゃない？はい。あ、芸人さんじゃないけど、はい、ちょっとその芸人さんの世界に足を踏み入れることができたような喜びはあれで感じる。確かあそこでちゃんと受けて帰り亀高さんに褒められた時は嬉しかったもんな、僕も。でも一回だけなんだよな、それな。すごいですもんね、あんな、僕、あんだけ。亀ちゃん褒めてるよ、結構。本当ですか。亀高さんも言ってくれたらいいのに、そしたら。今日山里面白かったとか楽屋で言ってるよ。あら、すいません。でも半分は怒ってるよ。そうなんだ、やっぱ怒ってんだ、結局。半分なんだからいいじゃないの。そうですね、半分褒められ、すいません。そうよ。いや、すいません。いえいえいえ。え、これは、どれしようかな。あ、ラジオネーム、かもち。松子師匠。山ちゃん、こんばんは。レギュラーのラジオ番組のオファーがあったら、やってくれますか、松子さんと。どうなんですか、マツコさんラジオないんだよね。めっちゃくちゃ合うんですけどね。でもやりたいとかないんですか。前にだからそれこそ TBS からはお前にやる枠はないって言われる。最後言えないよこんな感じで。さ、マツコさん、あの質問来てますんで。なんか池上さんに弟子入りしてたって話が。ちょっと、いやまああの。ちょっとね、あの、書生って言うんですか？あの、あら、すごい！ええ。いろいろ狙ってんのね。どっから聞くの？それ。え？なんでわかんないけどね、みんなね、私のところにね、入れるとね、あの、拡声器みたいに言いふらしてくれると思ってんのか、いろんな話入ってくんだよね。しかも、あの、池上さんの見て勉強してるっていうのは、あの、ちょこちょこ言われることなんですけど、あの、書生に入ってたっていうのは、本当に、一人か二人しか知らない。あ、じゃあその、どっちかだよね。どっちかでしょ。うん。もしくは、どっちかも、両方、両方から言ってるから。どっちかだよね。だって僕頭にも浮かんでます。マツコさんとその男が繋がってるの知ってるから、あの野郎言ったなっていうのが。あら。まあ、でも昔一時ね、だからね、隠し事ってできないんだね、この世の中。いや、そんなことない。だも全部言っちゃった方がいいんだって。いや、隠せてたのに、マツコさん。あら、これ、
リスナーの方も初耳？初耳なのに、皆さんが思ってるより、やらしい男だよ。やめてくださいよ。ねえ、私、いじられてる気持ち悪い山ちゃんでございます。いやいや、びっちゃびちゃ。いやいや、でもさ、それやら、ある側面から見たらすごいやらしい男よ。はい。でもね、別の角度から見たら、はい、勉強家だよ。あ、そうですね。でもね、勉強しすぎじゃない？え、いや、そんな、みんなやってないです。頭いっぱいになっちゃうでしょ。いや、まあ、確かに毎日なんかいろいろやっちゃってますね。でしょ？反省とかしちゃったりすごいしますもん。だから収録終わった後とかでも、あそこの時に、あれ言っとけばよかったなとか、あそこで被った時にあれ違ったなとか。でもね、私そういう話聞くと、はい、私がいけないのかなって思うんだよね。え、そういうことを一切しない自分っていうのは成長していかないんじゃないかっていうね。いやー、でもしないですか、なんか今日これ間違っちゃったな。あのね、間違ったっていう反省はしない、うん、あの、あれを言ってしまったことで、誰かが傷ついてしまったんじゃないかとか、はい、誰かに迷惑をかけてしまったんじゃないかっていうので、ちょっと落ち込むときはあるのよ、はい。ただ自分が言ってしまったことが、はい、面白かったかどうかっていうのは、もうしょうがないと思ってる。はあ、生放送でない限りは、はい、それはもう私はテレビでもラジオにせよ、その番組っていうのはもうディレクターの作品だと思ってるから、はい、まあそれを面白かったら使えばいいし、うん、ダメだったら使わなきゃいいだけだし、うん、誰かにその場にいる人に迷惑をかけてしまったとしても、うん、もうしょうがない。して、うん、ギャルにかっこいいって言われてたけど、素人に気を使わせちゃダメだよ。本当にかっこいい写真だったの、大学の時。ラジオネームに山ちゃんのこと見てるのね。はい、そっくりで。山ちゃんがおかっぱをやめた本当の理由は、毛の量が少なくなったからだよね。ラジオネーム林。山ちゃんの惨めな写真を週刊誌に売り込んで、うん、断られた女王様、番組のホームページに載せるので連絡お待ちしています。ラジオネーム古いピエロ。縛られてる写真。山ちゃんってアウト軍団と並ぶとなんか薄いよね。それが悩んでていろいろ言ってるじゃないですか。ラジオネーム止めたき。おい山里、アウトデラックスで大鶴ギターさんに同業と付き合うのはやめた方がいいですかって真面目に聞いてたけど、うん、狙ってる子でもいたのかよ。夢としてはありますね、同業の方と一回付き合ってて。ラジオネームパースケ。アウトデラックスで柿沼さんのキス見てドイネしてんじゃねえよ。ラジオネームモーダルライダー。なんかここのラジオ用語。山ちゃん、ほら、いつも恒例のあれをマツコさんに聞かないと。どれよ。今日の下着の色は何色の何？何なんですか。キョトンとしないでください。続いてはゲストのデラックスさんの番ですよ。覚悟はいいですか。途中でスタジオごと飲み込んだりしちゃダメですからね。それじゃ行ってみよう。ラジオネームウィンタース。マツコさんって佐川男子好きそうだよね。ラジオネームこれによがし。範囲が広いって言ってもいいです。マツコさんってプライベートでもとっつきにくそうだよね。あ、でも全然多分とっつきづらいと思う。ラジオネームセハムステキ。めっちゃ気使うけど嫌な嫌な人は。マツコさんってボケる素人さんに対してびっくりするくらい冷たい対応するよね。ラジオネーム林。もう立派なイエスですよね。いやー、素晴らしい、ね。山ちゃんとマツコさんの共通点は、TBS のとある女子アナのことが嫌いなところだよね。大嫌いね。ラジオネーム、ゴルフ団の夜行性。大ファンのサッカーの長友選手と共演したとき、何か運命感じるだろ。なんだろう、生かし方が下手なのかな、TBS って。何なんだろうね、これ。一番迷走してらっ
しちゃった時期とかは。瞑想してた？今も瞑想してない？いや、確かに、抜け出た感じはまだ出てないんですかね、TBS さんに。ね、あら、ああ、やだ、フリートークいいね。いや、ちょっと、だから。そういうふうに思ってた TBS のこと。私は全部冗談だからね、これ。そんなトラップがあるんですか、マスオさん。トラップ。そんなトラップがあるんですたら、どっかの引き出しに入ってるでしょ、これ。これは山里のですね、品質単語でございますね。うわー、やだこの人、やだあと、ここは、ここでですね、もしよく使うのがですね、ちょっと地雷をスキップして踏んじゃったみたいな、こういうこともよく言います、私。だから、なんて言うんだろう、ちょっとだから、単語が多すぎるよね。ちょっとダメだし。なんだろう、それ。だから、はい、そろそろいいんじゃない、もう。いや、何がですか？もう私、いいと思うよ、山ちゃんって。え？もういいって何が、何が？そういうことを、こう、なんか前の日に考えてこなくてもいいと思う、私。もう、バンってフリートークでバンって言っちゃってももう大丈夫だと思うよ、私。いや、でも、それで、マツコさんだってほら、いつもね、アウトデラックスでご一緒させてもらってる時も、うん、もう、そういうニコッとした目で見てくれるじゃないですか。私、だからあれだってさ、はい、もっとなんかさ、その、なんて言うんだろう、そういうなんかね、はい、大喜利やってんじゃないんだから、もっとなんか山ちゃん、素の山ちゃんで来てよって思うのよ。その笑顔なんですね。その笑顔よ。でも私好きなのよ、あの大喜利山ちゃんも。はい。大好きなんだけど、はい、ああ、大喜利かっていうね。山ちゃん、いつ来てくれるんだろう、私を信じてっていうね。ああ。のはあるよ、やっぱり。でもほら、やっぱり矢部さんもいらっしゃるから、はい。その芸人さんのね、はい、そのルールみたいなのもあるじゃない、はいはい、だそれは私、やっぱりの、怪我したくないから。ありがとうございます。まあ、これはこれでいいんだ。これも面白いね、山ちゃんの一つではあるわけだから。はい、いや、これね、だから誤解しないでよ。はい、全然ダメ出しじゃないのよ。いや、なんか僕もちょっと。すごいね、見たいよね、そろそろ。だって、だからか、マツコさん、本当に僕、お酒飲んでデロデロになってる時に、僕、薄れく、記憶の中ですごくマツコさんが優しく、楽しく、おしゃべり僕できたって思ってます。私、あの時の山ちゃん見て、はい、この人なんでもっとね、はい、もう、だからいいよ。横山やすしさん以来、本番中に酒を飲んでもいい人でいいよ、あんたは。お酒が入ることであんなにフリートークが面白くなるんだったら、私はいいと思う、あんたは。僕、そんなでした。僕、本当にあの時。面白かったよ。私、だからずっと亀ちゃん、亀ちゃんって言ってもわかんないから、はい、フジテレビのね、亀高ってプロデューサーに。アウトデラックスのね。山ちゃん、フリートーク面白いね。ってずっと言ってたんだから。いや、それで、なんか、ラジオでもお話してみたいって言ってくれてっていうので甘えて。そうよ。ね。そうでした。あのラジオの、飲み会の時ですよね、新年会。こんなんじゃなかったもんだから。どっかの引き出しに入ってるでしょ、これ。これは山里のですね、品質単語でございますね。うわー、やだこの人、やだあと、ここは、ここでですね、もしよく使うのがですね、ちょっと地雷をスキップして踏んじゃったみたいな、こういうこともよく言います、私。だから、なんて言うんだろう。ちょっと、だから、単語が多すぎるよね。ちょっとダメだし。なんだろう、それ。だ、はい、そろそろいいんじゃない、もう。いや、何がですか？もう私、いいと思うよ、山ちゃんって。え？もういいって何が、何が？そういうことを、こう、なんか前の日に考えてこなくてもいいと思う、私。もう、バンってフリートークでバンって言っちゃってももう大丈夫だと思うよ、私。いや、でも、それで、マツコさんだってほら、いつもね、アウトデラックスでご一緒させてもらってる時も、うん、もう、そういうニコッとした目で見てくれるじゃないですか。私、だからあれだってさ、はい、もっとなんかさ、その、なんて言うんだろう、そういうなんかね、はい、大喜利やってんじゃないんだから、もっとなんか山ちゃん、素の山ちゃんで来てよって思うのよ。その笑顔なんですね。その笑顔よ。でも私好きなのよ、あの大喜利山ちゃんも。はい。大好きなんだけど、はい、ああ、大喜利かっていうね。山ちゃん、いつ来てくれるんだろう、私を信じてっていうね。ああ。のはあるよ、やっぱり。でもほら、やっぱり、矢部さんもいらっしゃるから、はい、その芸人さんのね、はい、そのルールみたいなのもあるじゃない？はいはい、だそれは、私、やっぱり、の、怪我したくないから。ありがとうございます。まあ、これはこれでいいんだ。これも、面白いね、山ちゃんの一つではあるわけだから。いや、これね、だから誤解しないでよ。はい、全然。全然ダメ出しじゃないのよ。いや、なんか僕もちょっと。すごいね、見たいよね、そろそろ。だって、だからか、マツコさん、本当に僕、お酒飲んでデロデロになってる時に、僕、薄れく、記憶の中ですごくマツコさんが優しく、楽しく、おしゃべり僕できたって思ってます。私、あの時の山ちゃん見て、はい、この人なんでもっとね、はい、もう、だからいいよ。横山やすしさん以来、本番中に酒を飲んでもいい人でいいよ、あんたは。お酒が入ることであんなにフリートークが面白くなるんだったら、私はいいと思う、あんたは。
僕そんなでした。僕本当にあの時。面白かったよ。私だからずっと亀ちゃん、あの亀ちゃんって言っても分かんないから、はい、フジテレビのね、亀高ってプロデューサーに。アートデラックスのね。山ちゃん、ブリートーク面白いねってずっと言ってたんだから。いや、それで、なんか、ラジオでもお話ししてみたいって言ってくれてっていうので甘えて、ね。そうよ。そうでした。あのラジオの、飲み会の時ですよね、新年会。こんなんじゃなかったもんだから。何、どうしたのよ。酒飲んじゃおうかな。飲んじゃえばいいじゃん、あんた。もうだから、フォースコリーは必ずお酒で飲むみたいなね。ちゃんと痩せる、僕のせいですよ。そうよ、ちゃんと効果出てるじゃない。ありがとうございます。そうなんです。DHC、さすがね。ありがとうございます、本当に。喜ぶかね、これで DHC。今も来てますよ。だいぶ喜んでくれてます。はい。マツコさん。え？大人たちの指示で、台本戻ってって言ってますけども、こういう時は台本戻ってます。だからね、その台本、はい、自分もそういうタイプだから思うけど、うん、これでいいと思ってる。その鈍感で幸福であるぐらいだったら、うん、敏感で不幸でいたいと思う。だ、山ちゃんもそうだと思う、私は。はい、うん。え、こんな、瀬戸内寂聴みたいな話でいいの？もっとなんか、だってあの人たち愛想笑いもしてなかったわよ、今。もっとなんかちゃんと、あいつらがさっきの、のけぞってわーってバカみたいに笑ってる感じにしなきゃいけないんでしょ？でもあれ僕が噛んだとこだけしか笑ってないですから、全然、今の正当ですよ、多分。普通に、ほんといい説法を聞いてみたんですかね。うなずいちゃって、今。メール？どんどんあいつ、ちょっと、いけるようになった。え、守備範囲入ってきました、だんだん。入ってきたわ、だんだん。で、嬉しそうするんだね、今村さんもそれで。行きましょう。あ、どれにしようかな。いろいろある、これ。これさっき、行こう。マツコさん。ラジオネーム、ヤジロベ。マツコさんに質問があります。はいはい。僕はこの番組で山里さんのお話を聞いてると、こいつ実は童貞なんじゃないかと思うことがよくあります。しかし山里さんはあくまでセカンド童貞だと言って童貞だとは認めません。マツコさんから見て山里は童貞だと思いますか？全然ないですもんね。っていうか、むしろ、そういう話、考えたくないわ。僕がやってるところですか？うん。いや、だって、いや、じゃあ、どうなの？いつ以来してない？2006ぐらいか。2006、7ぐらいかな。気持ち悪い。2006年からしてないの？はい。正直してないですね。思った以上でした、ひょっとしたら。いや、私ね、今何が気持ち悪いと思ったかっていうと、はい、別に、だから何年間もう8年間ぐらいです、はい、?8 年間してないことが気持ち悪いと思ったんじゃなくて、もはやもう8年間してないことを、はい、あなたはどこかでプライドに感じ始めてない？その、しない自分っていうものが、ちょっと尊くなり始めてない？ああ、でも次やるときは、相当って勝手に思っちゃってます、今。相当なとこと。相当な人とやんないと、ああ、もうダメだ、それ。相当な人ってだから、どれぐらいの人よ。ちょっと気持ち悪いけど、具体的に言ってみてよ。女優さんでも誰でもいいから。相当な人っていうのは、どれぐらいをあなたは考えてんのよ。やっぱり、女優さんとかだったら誰なんだろうな。広末さんとか。広末涼子ですよ。ん？止まってますけど。とか。ああいうなんかこう、でも出してしまうんですね。一応。どうなのよ、ほんと。あれ、どうなの？ガチなの？どれですか？田中みな実に対するその、誹謗中傷は。誹謗中傷も、バーカなんてこと言ってしまったっていうの。いやー、やっぱね、これ、マジなんですよね、これがね。私もね、マジなの。だから、あれを彼女がジェスチャーでやってる、その、はい、キャラとして、ポーズでやってたとしても嫌い。はいはい。うん。でも、ポーズでやってる感は今ね、出してますもんね。ポーズでやってる感出してるけど、ポーズじゃないじゃん。いやー、もう、まあ、本物はそうです。本物ですもんね。あのまんまですもんね。なんかね。はい。だからちょっと私も、まあ、僕のもちっちゃいそのね、なんか、挨拶したらなんかすごくこう、あ、次のステージ行った感を出されてしまったっていう事件があって、それで、それをもう、オープニングの10分、20分くらいかけてずっと延々と言って、最後もう、どう落としていいか分かんなくて、でっかい声でバーカって言って終わったっていう。あれは、だからさ、私ある意味ですごい女だなと思うの。はい。私、プロレスをやるつもりでいたのよ、最初は。はいはいはい。
だから、その、しばらくこれで1年ぐらいは続くのかなと思ってたら、はい、開始早々2週間ぐらいで、はい、私番組で泣かれちゃったことがあるのよ。私がバーって言ったことに対して。はいはい、え?と思って、もう泣かれたらそれで終わりじゃない。はい、だから終わったの。私の中でもう、そこは、その根性はなかったんだっていう。なるほどね。あそこまでやってんだったら、うん、そこもなんかもうちょっとじゃあ、お付き合いしましょうよっていうので、うん、ないわ、この女と思ったのよ。あ、それがきっかけなんですね。それがきっかけ。だから別に私、ああいう人がいてもいいと思ってるし、はいはいはい、別に、あの、かまととぶってるキャラが鼻につくみたいな、はいはい、その辺のなんかバカオイルみたいな意見で嫌いって言ってるわけじゃないの。はいはいはい。それをとっつもやりきるんじゃなくて。そうなのよ。投げるんだ、こんだけちゃんと仕上げてきてるかと思いきやっていう、うん。だからなんかね。はあ、それなんですね。二流って思ったの。なるほど。こっちいいな、これ。どうせだったらそこ一流にやれよって思って。今はもう全くそれを見せなくなっちゃいましたもんね、あの感じはもう。でも見せな、あれそれ見せなかったらさ、女子アナとしては不敵なわけじゃない、はい、まあそんなに何か。だったら存在価値としては何なの今。私あんまりもう、見てないんだけど、最近。今はだから結構キャスター寄りですよね、キャスター寄り。キャスター？だからもうニュースをちょっとしゃべって。ああ、もういいや、もう吉川さんに怒ってもらおう。そんなあれでキャスターとか言ってたらもう吉川さんに怒ってもらおう。いや、まあ、僕が見た限りそのサンジャポとかでの立ち居振る舞いはなんかこう、あ、なんかこう、しっとりとニュースちゃんと読みますよ感は出てるなと思いながら見るときありますけど。まあもういいや、はっきり言っちゃうともうそんな興味もないんだよね。そうなんですよ、僕も。うん、トスをあなたはね、あげるのよ。ええー、そうでした。私だからもう聞き入っちゃったもん、その二人の掛け合いに。ええー。もうだからね、ちょっと本当にもうでも、そこはそろそろね。はい。いや、ああいうね、人に、トスをあげる役目っていうのも本当に大事だし、はい。はい、あなたはすごいそれで輝く人だけど、はい。もう会議で名前上がってんだから。ね。はい。そろそろこの自分の気持ちとかさ、ね。そう、いいんじゃない？感情を吐露してしまう方向性で。はい。いいと思う、私。だ今日は、まあもちろんもうちょっとね、あの、せっかく誰か書いてくれた人もいるんで、はい、台本も一応なぞりますけど。いやもうでも、メール普通にマツコさんに聞きたいことってみんなの聞いて、それでいろいろ受け答えでも全然だからそれをじゃあ、今日はね、はい、その引き出しを開けずに、